デートしようと思って。いやー、いいっすね。天気もいいってやつ言ったから。いや、なんか、春が来たね、ベタな人だけど。来ましたね、春日だけにね。あなるほどね。やってまい、いいじゃないですか。そうでしょ、何年も休んでたんですけどね。恋を。恋の方を。休んでました。ちょっと始めようかなって言って、私も肩作ろうかなと思ってね。すごいいいことだと思うよ。そうでしょ。うんうん、で、まあね、うん、ちょっともうお相手っていうのがその、うん、25歳のね。おお、いいじゃんいいじゃん。あのドッグカフェの店員さんね。ドッグカフェの店員さん。蔵前、蔵前のね。蔵前の。ドッグカフェの店員さんで。うんうん、まあちょっと後輩とね、うん、飲んだ時にね、うん、まあまあいてさ。気もあったんだ。そうそう、ちょっと盛り上がって。いいじゃん、いいじゃん。で、なんかこの、まあ、お酒もね、うん、飲んでるんで、まあ、その時ね、はいはいはい、ちょっとなんか、どっかへ出かけようか、みたいな。まあまあ、ちょっと冗談っぽく言ったら、うん、乗ってきてね。いいじゃん、いいじゃん。行きたいです、みたいになって。じゃあ、ちょっと行こうじゃねえか、みたいな話があったのよ。あったの、ね、以前にね。それ、どのぐらい前？それがね、前、まあ、今年入ってぐらいの話。あ、じゃあまだね、まだ冷めきってない、うん。そうそう、うん。で、あ、そんなあったな、と思って。思い出して。んで、あ、ちょ、行こうと。うん、デートに。思ってね。うん、その LINE をこう送ってさ。はいはい。どうかねっつって。なんて送ったの正式な文章、うん。正式な、いついつがね、うん、休みなんだけども、うん、空いてる空いてると。うん。そしたら、空いてますと。おお言うのよ。これはやっぱ縁があるからね。タイミングもいいんですね。やっぱりね、ドッグカフェで働いてるからね。うん、アイコンが自分の飼ってるチワワね。うん、はいはいはい。帰ってきて。うん。じゃあちょっと。犬好きカップルだ。まあね、私も犬が好きだからね。愛犬家カップルね。そうね。うん、飼うことになるでしょうな。うん、犬が発展してったらね。もし結婚したらね。うん、お犬様はね。うん、まあまあ、そんなんがあって、いいで、じゃあと、お出かけしましょうかと。いいね。言って、まあ、で、行きましょうってなってさ。はいはい。んで、これはもう、久方ぶりの。うん。ね。春日にとっちゃ、うん、久方ぶりのこのデートだと、かっちりしたデート、うん、どうしたもんかいのって、まあ、服はどうしようかいろいろ考えるじゃない、うん、あ、服も考える、考える、普段考えないけども、そう、普段も何でもいいんですけども、うん、服考えるとどうしようかなって、あれもこれでもない3年前に買った服だしなとか、いろいろあるなと思って、うん、丸々ね、この間わらがみ様でさ、うん、平愛梨ちゃんとかとみんなパーティーしたじゃない、うん、あの時に、うん、ね、福田の兄貴にさ、スタイリストの、うん、意識揃えてもらったの、私服でっていうあれだったから、ね、うんうん、それを丸々着ていこうと、うん、まあ、それは私服じゃないこと言っちゃってんだけどね。まあいいですよ、いい日だもん今日は。それはだから買い取ったから、うん、買い取ってもらったから、もらったから、それを私服なのよ。してるってことだ、ね。丸々あの時の格好で行ったわけですよ。はいはいはい。ね、これ大丈夫だろうって言って。うん。んで、せっかくだからやっぱり車を借りようっつって、うん、私思いましてね、うん、レンタカー借りまして。はい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 。バッチリじゃない。いつも借りてるレンタカー屋さんにこう、うん、ね、こういろいろ予約取ってみたら、うん、なかなかこう、直前だから空いてないと。はいはいはい。ね、この、大きい車っていうのが。うんうん、だまあまあ、いつも借りてるも安いところのクラスがあるわけよ。うん、ね、そこのクラスで、うん、まあ、行って、お店行ってから、車はどれかわかるみたいな。ああ、パターンで。はいはい、まあでも4人乗りみたいな書いてあったから、まあ大丈夫だと思う。で、もうレンタカーもこう予約しまして。はいはいはい、まあ朝ね、9時ぐらいにこう、レンタカー取りに行くわけですよ。うんね、うん、早いね。うん、もう10時集合ぐらいだからね。はいはい。1日楽しもうと思って。すごいね。10時からね、真面目なデートだ。そうよ。オフィシャルのやつだね。オフィシャルですよ、私もね。うん、もう本気出そうと思って、うんうんうん。で、9時ぐらいに取りに行ってさ。うんうん、でレンタカーさんについて見てみたら、うん、軽自動車ってさ、うん、ピンクの軽自動車で。これちょっとあれだなって。さすががピンクの軽自動車で現れた。まあ薄ピンクなんだけどね。よりによってのこれかって思ったんだけど、うん、その子っていうのが、うん、あんまりこのバラエティを見ないのよ。あね、まあもちろん全く見ないわけじゃないけども、だからラジオとかあんま聞いてないと。ね、うんうん、そんなにそのお笑いに興味がないみたいな子だったから。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。まあなんかそういうピンクの車で現れても、うん、狙ってるなとかね。変にこう勘ぐらない。から大丈夫だろうなみたいな。そうであってほしいね。まあ期待を胸にピンクの軽自動車でさ、うん、もうカーナビもちっちゃいのよ。カーナビも何その
ダッシュボードの上にこう、うん、あのはめ込み式じゃないやつね、はい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 、後付けのさちっちゃいちっちゃいカーナビで、うん、くっついてるやつね、断面テープでこうくっついてるやつで、行く途中でその断面テープが取れてバターンって倒れてさあ倒れちゃった、で何回やってもつかないから、うん、このフロントガラスのところにこうガチンってこうはめ込んでさ、うん、で画面もちょっと上向いてるから見づらいみたいなね、うんうんうん、まあまあそれはまあいいんだけどさ、うんうん、まあ、そんな状態でまあいいのね、うん、いい、それはいいの、別に何の振りでもないから、うん、で行って、うん、で向かい、そのお待ち合わせの場所行ってね、うんうん、でまあ会いまして、はいはい、ね、まあ、あのまあそのなんていうのかな、イメージで言ったらあの今るくんをね、うん、うん、うん、今るくん、今るちゃんをちょっとこのぽっちゃりした感じの、うん、させたような感じの好きそうだな、これですよ、好きそうだな、ね、うん、あんな感じの、お前あれだよね、うん、なんだろう、身長がそんなに高くなくて、うん、ぽっちゃりした子好きだよね、好きなんだね大きい子より、うん、そうそうそう、なんでなんかそれあるんだ自分だから、やっぱね私キュートなんだよねキュートだなって思うのよ、うん、そんな感じのね、うん、まあまあまあ子なんだけども、うん、まあまあね、待ってて、はい、でまあお待たせなんつって言ってね、ああ、いい、うん、でまあ乗ってもらって、助手席に乗ってもらってね、じゃちょっと待って、それピンクのリアクションどうだった、うんうん、ピンクはね、うん、なんか可愛いぐらいの感じ、ああ珍しいねみたいな、なかなかないじゃんピンクの車っていうのがさ、うんうんうん、で軽自動車がちょっと小ぶりだし、うん、可愛い車だねみたいなぐらい済んだのよ、うん、春日だけにじゃなかったの、うわーよかったね、それアブよ、危なかった、春日だけになんてやつ引っ叩いてやりたいいやそれはもうこっちのミスだ、プライベートもブレないみたいなこと言ってきたから、でもベストを着てないみたいなね、そんな言ったら最悪だなと思ったけども、まあまあそんなにね、まあリアクション春日だっていうことにリアクションはなく、なるほどね、まあまあ言ったわけですよ、でもまあ面白いね、ピンクの車乗ってる、まあ恥ずかしいねまあ恥ずかしかったけど、まあまあ乗ってくうちに今慣れてきたんだけどね、はいはい、一日乗ってたからさ、それさ、うん、渋滞しててさ、うん、横パって見たらピンクの車で、うん、春日乗っててデートしてたらもう絶対上手いのよ、いやもう最悪よそれ、うん、ツイッター検索してみようよいや大丈夫だと思うよどっかの店で見つかれるも恥ずかしいよね、春日ピンク車デートで検索した出てくるかもしんないよね。いや、まあ、多分大丈夫だと思いますけども。うんうんうん、まあ、それで向かってね、うん、どこ行こうと。ああ、まだ決めてなかったんだけど。いやいや、もう決めてたんだけど、はい、どこ行こうとずーっと考えて前の晩に。前の晩にね。そうそうそう。うん、で、まあ、いい距離で、そんな遠くもなく、はいはい、いい距離でこの時期ね、はいはい、春、いいなーってぐーっと考えたら、うんうん、鎌倉だと。お前、いつも鎌倉行くな。こら、鎌倉だとっつって。お前、いつも鎌倉行くな、お前。うん。お前、いつも鎌倉、ほら、うん、ダブルデートしたことあったじゃん。19歳ぐらいの時。ダブルデートしたのよ、なんか、うん、なんかね、なんか、そうそう、うん、ほら。なんかの流れで。ほら、何あの子たち。うん、インターナショナルスクール通ってる子たちと遊んだじゃん。うん、ああ、そうだね。そうだ。春日のことが好きな子が、俺のことが好きな子がいて、ダブルデートしたことあるんだよ、うん。したしたした。その後 の、ね、その後のデート、お前、うん、鎌倉行ってたもんな。お前、鎌倉。いざ鎌倉へ。鎌倉ね。ハセ感じたわけですよ。鎌倉に。鎌倉に行こうっつって、うんうん、鎌倉に行こうって言ったら、向こうは幸いにもあんまり行ったことがないと。はい、なんか昔修学旅行で、小学校ぐらい、小学校かなんかの、うん、行ったことあるぐらいで、ほぼね、大人になってから行ったことないっていうわけですよ。関東の子？関東の子なんだけどね。うんうんうん、ああ、じゃあ、いいやつって言って。いい、鎌倉いいよね。いい時期だしね。桜も咲いてるし。しかも平日。平日ですよ。昼間。いいじゃん、うん、これはいいやつって、ほんともういざ鎌倉つって言ってた。プスマでね、鎌倉部やったし。そうなのよ、若林さん。うん、あれをガーッと思い出して、どこ行ったの？同じとこ行こうとしてたの？うん、で、もうちょうどお昼ぐらいに着いてさ、時間的に。で、食べ歩きの昼間やったやつ。鎌倉あんま知らないっていうから、うん、もう知ってる空気出してる。鎌倉部だから。鎌倉ね、うん、まあまあ、うん、うん、あんま来たことないけど、うん、結構知ってるよ。なるほど。知らなくはねえよ。そうそう。で、昼時だから、うん、どうするみたいな話だった、うん。やっぱ鎌倉来たらさ、蕎麦食わなきゃ。プッスまで行って、あそこ行ったの？あそこの蕎麦屋さん行って。私食べられなかったし、あの時ね。外れてさ、ゆうすけさんのあれでさ、で、行ってさ、ここあれなんだよ、つって。
蕎麦もいいんだけど、あの、鴨肉もね、うまいんだよ、つって言って、あの時のもう。それは、一切ロケで来たからさ、って言わないんだ、うん。言わないよ、そんなのは恥ずかしい。で、あんまりバラエティが見ないっていうのも知ってるから、まあ見てないだろうっていう、ね。はいはいはい、実際見てなかったし、はいはいはい、まあ、あ、そうなんだ、みたいになって、まあ蕎麦もうまいんだけど、まあ両方頼むか、みたいなこと言って、うん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 、まあ頼んでさ、食べて。で、店員さんも気づいてるのか気づいてるのか分かんないんだけど、まあまあ声もかけられず、そんなに平日だし、だから、まあ、混んでもなかったんで、カスタがダメみたいになることもなく、まあ、蕎麦を食べて、食べて。じゃあどうしようと。まだ昼過ぎぐらいですよ。やることは、時間もいっぱいありますよ。ね、もう車も12時間でもう借りてるからさ、夜まで時間いっぱいあります。どうしようかってなって、そうだなーつって、じゃあちょっと神社でも行っか。もう若林さんと黒谷さんがいたの縁結びのあの神社行って。おい、マジかよ。うん、杯みたいに投げて。投げて割って。割って。割ると願いが叶うってやつね。うん、そう、言って、それも。何願ったのなんつって。うん、に、なんか、秘密なんて会話があって。うるせえバカ野郎。で、五円玉に赤い糸通して。いいね。いや、いいよ。いや、うん、いいでしょ。この休日の過ごし方。うん。で、へえ、こんなとこを知ってるんだ、みたいな雰囲気もちょっとあって、うん、まあ、なんかで見たことあるんだけどね、みたいなことを、まあ、言いつつ、神社。なんかで見たこと相方が言ってんだよ。うん、それは言えねえ、恥ずかしくて。でもまだ本当に午後の昼、まだそんなね、時間取らないじゃない、うん。で、どうしようか、ってなって、うんうん、あの、春日がね、あれ、絵本とか興味ある。ちょっと待って、うん、お前さ、あのさ、オンエアでさ、うん、なんか俺が行ったとこ行ってない、それ。いや、そうなる。だって若林さんのところが一番ね、うん、私だ、草薙さんとこ。あ、そうか、デートっぽかったのか。そう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 。だからデートっぽくなかった。確かにあの絵本のとこはいいよね。いいでしょ、おしゃれなさ。いや、いいデートしてるわ。ね、で、何いや、それは、あの、誰に感謝しなきゃいけないかって、うん、あの、プッスマの構成作家さんに、あの、感謝しなきゃダメよ。本当名前聞いて歌手で持ってかなきゃいけないよ。本当そうよ。よくキャスティングというかね、あれ、やってくれたと。ね、構成もあれだし、番組ごとだな、だから感謝。番組ごと感謝。え、じゃ絵本行って、探すだけ、やっぱり、いろいろ探して見たりする。見たりするよね。飛び出す絵本。すごいっつって。すごいっつって、あの、なんかこの、なんか動物が走るみたいなやつとか。あ、見て。見て、わーみたいな絵本。それさ、店員さんさん、あれって顔しなかった。いや、それも、私行ってないしさ、そこに若林さんじゃないし。うん、案外ね、気づかないもんなんですよ。あんま気づかれないの春日さんって。あんま気づかれない。ほら、あんま、あれ着てないしさ。髪も、そうか。分けてないとかするからさ。いや、俺さ、もう俺はダメだね。あの、自分っていうのは、ね、生意気だけど、マスクと帽子してもガンガンバレるわ。あ、そう。なんか不思議だけど。まんまなんだって。あと、まあ、衣装はそのまま着てるからかもしれないけどね。あ、そうだろうな。春日さん、それでじゃあ、あれだ、あの女の子が、うわ、すごいって言ってんのに、すごいだろう、そうだろうつって。そうだろうじゃねえや。もう全然過ぎちゃんだったからね。そうだね。ね、知ってるぜつって言ってさ。知ってるぜ、素敵なお店知ってるぜ、みたいなこと言って。車止めて寄って。寄って行ってさ。行って。まあ、ね、まあ、おしゃれな店いっぱいあるじゃない。で、どうなのやったの、それで結局。ちょっと待って、下世話だな、おい。そういうことじゃねえっつってんだよ、今回。これは KY ですね。すいません。うん。KY の話。ついつい聞いちゃった。で、どうしたの？ふいで、絵本行ってさ。んで、まあ、ちょっと甘いもん食べたいなんてこと言うからさ。じゃあちょっと。いや、大沢笑いすぎだろ、お前。何笑ってんの、てめえ。俺の質問に。あ、若林さんの。んで、甘いもん食べたいって言うからさ。まあ、いろいろあった選択肢は。あの、たい焼き屋さんも私行ったし、若林さんどら焼き買ったし。はいはい。あの、大仏さんの近くでね。フレンチソースも食ってたし。面白すぎる。で、みんなでパンケーキ屋さんも行ったし。完全にお前、あれ。うん。視聴者の人と一緒じゃん、デート。唯一だから人力車に乗って回ってないだけよ。うん。質問と違うのは。うん。ね。で、選択肢あったんだけど。え、それで、どうしたの、うん、休憩にしたの、ステイにしたの。いや、だから、下世話だな、おい。すいません。そういういかがしとか、ね、言ってないですよ。結論から言うとね。そうですね。おいで、あったんだけどもさ、あのね、何かこの、言ったんだけど、うん、そんな感じじゃないのよ。うん、なんか、和のね、うん、あんみつ的なものが食べたいみたいな。はこと言うか、それないの、データに。はい。ね。はい。だから、急いで調べてさ。はい。スマートフォンで。
食べログで調べたら、はい、いいとこあってさ。あって。うん、ね、そこ。そういうのもいいじゃない。そういうのもいいじゃない。うん、全然いいじゃん。ね、うん、ちょっとまあアドリブ的な感じで、楽しそう、うん。ね、まあそこそこちょっと行列みたいなしたら並んで。車をその店の入りづらい駐車場に入れて、ピンクの軽自動車バックでさ、入れづらいとこ止めて。最高だな、それ。並んで。ちょっと店の外で並んで。案内されたらもう、両隣にいるギッチギチの席で。んで、私もね、うん、一応ボディービルで減量してるからさ。ああ、そうか。あんまり食べたらあれだなっていうので。そうだよね。で、一個だけ頼もうって言って。うん。あんみつ頼んで。うん。私は何も頼まないのもあれだから。うん。抹茶頼んでさ。抹茶。抹茶頼んで。飲むだけ。飲むだけ。減量してるから。そうそうそう。うん、で、あんみつ頼んでさ。うん。まあ、それを二人でこうね、分けながら食べるみたいな。はいはい。ことをやってね。うん。で、まあ、あんみつ先生こう出ました。何時よ、その時。これね、まあ、3時、4時ぐらい。まだ。3時、まあ、過ぎぐらいかな。いや、なんか、こんな、うん、なんか、女の子にも悪いんだけど、うん、やっちゃったの。俺もやめるけ。下品ね。これだから男子校出身嫌だよ。これだから、すぐそれだよ。うん。そういうことじゃないじゃない。ね、恋っていうのはそういうことじゃないじゃない。ごめんなさい。ね、はい、うん。それが目的じゃないから。もちろん。もともとね。もちろんです。ほんで、まあどうしようかなって言ってて、うん、私としては、うん、なんとかこのやっぱりね、うん、サンセットね。うん。日の入り。日の入りに、海に来たわけよ。普通に店の名前かと思っちゃって。違う違う違う。サンセットって。カフェサンセットじゃなくて。ラブホじゃないよね。違う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 。サンセットっていう。違う、ありそうだけども。探したら。ね、海沿いの通りにありそうだけどさ。うるさいよ、お前は。湘南のさ。いやいやいや。夕日を見たかった。夕日を見たかったから。まぁ、あ、ちょっと時間あるなって。鎌倉行ったならいいじゃん。だからちょっと小町通りで食べ歩きして。はいはい。ロケと一緒じゃねえか。ロケと唯一違うのは、ソーセージ屋さんの方から行ったっていうね。コロッケ屋さんの方からじゃないっていう。ね、ちょっと脇入って。ここはね、椎茸をフライにしてくれる店あるから。ここはね、コーヒーのソフトクリームね。ここはね、軽井沢が本店なんだよ、みたいなこと。言ってさ。うん。濡れせんべい美味しいよ、みたいな。言ってさ。へえ、そうなんだ、みたいな。どんどん株が上がっていくわけ。本当に見てなくてよかったよね、その子が。いや、ほんとよ。うん、本当は見てもらってなきゃいけないんだけどね、俺たちタレントとしてはね。まあまあね、うん、逆に本当良かったっつって。で、食べ歩きしてちょうどサンセットぐらいだ。ね、どこですか？ビーチはどこですか？うん、やっぱりで、まあ、まあ湘南の海なんだけど、うんうん、そのね、どうしても電車で行きたかったの。江ノ電に乗りたかったの。お前もう、ロケットもだから、せっかくそのね、鎌倉の駅の近くのコインパーキングに止めて、ピンクの軽自動車。鎌倉の駅から。それさ、ね、もうさ、うん、うん、技術さんいたでしょ、もうそれ。いやいやいや。どこしてたでしょ。いや、回ってないし、ピンマイクもつけてないわ。そこは。エムデン乗ってこうなんつって言って、車でずっと来たからね。でもいいデートだね。そうでしょ？車もあんだけど、あえてエムデン乗ると、うん。そうそうそう。で、小町通り抜けて、うん、右がバーっと行って、なんかその、高架下みたいなところをくぐって、いいね、で、逆のね、あそこね、うん、行ったら、うん、あ、で、まあ、口に出さなかったけど、うん、あ、ここ、プスモのオープニングやったとこだっていう、広場ね。ペアは草薙さんと春日さんですみたいな時に、やった、あの広場。時計のある。バカじゃん、こいつ。あ、ここでやったわ、っていう。こいつバカ。ほら、ロケバスで行ったから分かんないじゃない。あ、駅前のここだったんだ、みたいなね。それ言わずに。それもちろん言わずに。で、ので、乗ってさ、で、行ったのよ。あ、面白い。ね？面白い。江ノ電乗って。お前が、ロケしてないふりしてんのがおもろい。それは言わんですよ。で、江ノ電乗って、あれ、何個目だ ?4 つ目。いや、もうちょっと行ったかな。はいはい、あそこから乗って。うん、こっからその。どこ駅で降りたの？鎌倉高校前。あ、はい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 。降りてさ、うん、うん、でまあ歩いて、なんでここで降りんのみたいな、特に何もないじゃん、あそこ。それさ、うん、アドリブで降りる感じ出すの。ここここっつって降りるわけ。うん、そうだね。うん、うん、
ここにしようかって言って。あ、いいね。ね。まあ、うん、俺が降りた駅だけどな。なんか怖いな、この先。ああ、怖い。で、踏切渡ってさ。怖い。海の方行ってさ。すいません、ここまで一緒です。うん、黒谷さんと歩んだ道と、ね、怖いよ。で、ちょうどいい感じに、もう、もう調べてあるから、日の入りが何時っての知ってるからね。さすがだね。うん。デート上手。そうそうそう。うん、で、ちょうどこのね、日も傾いてきて、うんうん、その、もう海沿いなんです。海行ってるわけですよ。ビーチ降りて。ビーチ降りて。うん、で、あ、綺麗だね、なんてことを言ってさ、うんうん。で、写真でも撮ろうか、つって。怖いよ助けてね、あ、そういえば今日一枚も撮ってないね、みたいな話になってさ。助けて、うん、で、ここ来たら、いい撮り方あんのよ。何なんて話になりますわ。それは。んで、ちょっと片手借りていい?つって。助けて言って、何助けて片手をさ、この、何な、こう、なんつ、雷落ちて。急に雷落ちて。うん、天気よかった。ねえ。手をさ、って言っちゃうとバレちゃうから、ね、形を。ナックルを、投げるときみたいな。まあ、そんなわかんねえだろ、お前。25歳の女の子にナックル。ナックルはい、こうですね、とは怖いな。なるほどね、つって。いうことにやっぱならなかったから、この爪をこう立ててさ、つって。こういうふうに、つって。私が。ね、左手出して。左手私が出してた。怖い助けて。興奮に、つって言って。ね?ナックルを右、形にして。で、あ、なるほどね、なんて言って、興奮にして、向こうもね。まあ、右手ですわ。出して。うん、これをね、合わせんのよ、つって。合わせてね、まあ、海を入れてね、つって言って。んで、相手は私のこの右手で、この、まあ、自分撮りですよね。うん。して、こう、撮ってくれる人いないからね。うん。我々の場合はさ。我々の場合はって言っちゃった。こうやってやって、何って言って、こっか、かっかーしゃーかっかーしゃーって言って、ちょうど夕日と海と、ガセさんハートの形と。今さ、ふすま見た話してんじゃないよ、ね。いや、違う。自分のデートの話してんだよね。そうよ。うん、私のその、鎌倉デートプランですよ。こいつすげえ。最高の。こいつすげえな。うん。ねえ。そうでしょ。うん。おいで、ああ、なんかね、LINE で送るね、みたいな話してさ。うん。うん、なんかすごいね、みたいな。うん。素敵みたいな感じになってさ。そらなるよ。うん。で、どうっつって。ちょっとお腹す、もうすいだねえなんて。ああ、はいはいはい。で、ピザ食べたかいって。嘘だろ、怖い嘘、これ、聞いてる人で、プスマ見てない方いらっしゃると思いますけど、ここまで全部プスマです。プスマです。なんか、なんつうの、トマトのね、ふわいわゆるピザと、はい、包んだピザ頼んで。はい。一つずつね。はい、うん、で食べてさ。で、あんまり遅くなるのもなんだから、つって言ってね。うんうんうん、まあ、またこう車で帰るわけですよ。はいはい。で、まあまあ帰りはね。ええ。これすごいな。うんうん、これ、利権に訴えられるんじゃないかよくわかんないけど。コピペもひどいですよ、ブスマのコピペも。それで食べて、うんうんうん、で、ピンクの車で、帰った。都内に帰ってくるっていうね。そのまま。そのまま帰りますよ。で、うん、彼女の家の前で降ろしたの。降ろしてね。降ろしがどんな感じだったのよ。いや、もう、ね、じゃあ、ね、って言って、うん。言って。うん。いや、まあ今日楽しかったね、みたいな話して。あ、はいはい、あ、そうそうそう、LINE でね。はいはい、はい。帰ったら写真送るよ。はいはい、はい。って言って、うん、じゃあまた今度、つってこう、うん、あーって帰るわけですよ。ピンクの車で。そうそう、ピンクの車で。で、楽しんでもらえたかなと。うん、そう、やっぱりね、そこはやっぱ一発目だし。うん。やっぱ向こうの家に行くっていうのはね。うん、まあまあ。だから、春日さんも真剣な恋なんだ、うん。そうそう、紳士的というか、うん。うん、やっぱそこはいけないだろうな。そういうことじゃないわけね。そういうことじゃない。今までの、そう。一晩限りのじゃないのね。いやいや、そう。
そんなに。まあそうだな。で、だから鎌倉デートなんて、本当に、うん、あの気になってなきゃいかないもんだ。そうでしょ、うん、で、行って、うん、まあ行けないなっていうね、一発目だし、うん。いいよ、いいと思うよ。行けないなってあるし、うん、まあ何より、まあこれちょっとその下世話になるけど、うん、ちょっとあの、日焼けしてるじゃない、私。ボディービルで、はいはい、日焼けマシンに入ってんだけど、うん、この間気づいたんだけどさ、うん、真っ裸で入るって話したじゃない、うんうん、で、真っ裸で入ってるからさ、うん、もう全然ノーマークだったんだけど、うん、このね、お小水をこなした時にね、うん、自分のものを見たら、うん、もうさ、びっくりしたんだけどさ、うん、ほら、火星だって話したでしょ、私が。火星、はいはい。ね、はい、だから、日焼けの時に、火星のまま、日焼けした時があって、うん、自分のものを見たら、うん、バッチリ気筒が白黒になってたんですよ。その、皮がこの、いわゆるこのタートルネックを本当に被ってる、半分被ってる状態で、先の部分が日焼けしててさ、はい、そっからこっち側、根元に向かって白くなっててさ、うわーと思って。やっぱそれは一発目にやっぱ見せられないじゃん。あの、念のために言っときますけど、うん、この部分だけは、うん、プッスマとは関係ありません。すいません、これはね。これを見られるわけにいかない。これは見られないかないって言いました。私のね、その暴露話で。はい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 、はい。ね、うん。私の腹心からのさ。はい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 。ね。もう飼い犬に手を噛まれた気分ですけども。はいはいはい、まあね、うん、まあ、あって、うん、まあ、ちょっとそれじゃいけないなと思ったわけですよ、私もね。うんうん、なんかそのモテたいモテたいって言ってたりとかね、うんうん、後輩に頼んだりとかしててもしょうがねえなと思って。うんうん、で、まあ若いさん日曜日ライブあったじゃないですか。うん、私何もなかったんですよ。はいはい、だ日曜日の行動を起こさなきゃこれまずいぞと。自分からね。うん、35歳の男でね。はいはい、はい。と思って、うん、覚えてますか、うん、蔵前のドッグカフェの。はいはいはい。ねえ、25歳の。ええー、もちろん。うん、もう行ってやろうと思ってね。デートしたんですよね。鎌倉デート。鎌倉でね。プスマのね。プスマデートをね。全く同じとこ辿ってる、ね。まあ、まあ成功。私なんか成功なんですけどね。いいデートだったと。もう行ってやろうと思って、うんうんうん。ふざけんじゃねえと思って。長渕剛。うん、ふざけんじゃねえ。アルバムふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえ。桜島でライブやったのかなと思って。その流れで。体鍛えて。体鍛えてるしね。体鍛えてるしね。日焼けもしてるし。そうよ、サングラス買ってさ。ふざけんじゃねえ。袖なしの革ジャン買ってさ。かすぶつよし。かすぶつよしね。うん、つねーっつって。つねーって言ってやろうかと思ってさ。つねーはもう完全に長渕剛だけど。やっぱなんかやんなきゃいけないと思ってさ、うんうんうん、まあ日曜日ね、明けてですよ、先週のオールナイト。はいはい。で、その、ドッグカフェのね、うん、ここに、この、連絡したんですよ。ああ、いいじゃないですか。で、ここで言ってなかったですが、うん、その鎌倉に行ってから、うん、まあ数回こう飲んでるんですね。うんうんうん。うん、あ、今までの間にね。今までの間に別に何事もなかったから別に話す、あれでもなかったです、うん。ワインバー行ったりとかしてるわけです。うんうんうん、あ、じゃあその、ちょくちょく会って。ちょくちょく会って。繋がってたわけです、ね。どうぞ、まあ、でもそれだったらなんか、うん、あれですね、なんか春日さんにも気持ちあるし、うん、向こうにも気持ちあるというような状況、ね。だから嫌じゃないというのは最低限あると。うん、あると。状況で。はい。で、あんまりね、そのやっぱ聞くところによると、うん、あんまりこう行かなすぎるのも、うん、その、失礼だと。ね。ああ、4回ぐらいデートしてる。そう、3回そのデートしたら、うん、その、そういう風になんかなるみたいな、の、なんか聞いたことがあって。なんかのまとめ。ホットドッグ情報じゃないですか？ホットドッグじゃない、なんかのまとめサイトで見た。今ホットドッグですじゃないよ。うん、逆になんか、ね、気持ち悪いなって思われたりもすると。ああ、そうですね。言ったから、もう寸前も暴露話のあれもあったからさ、うん、もう言ってやんなきゃいけねえと思って。うん、で、ふざけんじゃねえと思ってさ。うんうん、で、連絡してね。うんしたら、向こうさんも空いてましてね、うん、日曜日。うん、で、その、前々からね、温泉に行きたいなんていう話をね、うん、してたわけですよ、うん。向こうさんが、うん。じゃあちょっと行ってやろうかと思って。うん、で、まあ次の日お仕事あるから泊まりは無理だから、うん、日帰りでね。はい、で、まあ急遽、うん、まあ、レンタカー借りまして。また借りたんだ、ね。また。ほいでもうね、その、同じ鉄は二度踏まないということで、はいはいはい、やっぱり、頼んでね、行ってみたらピンクの K のね、のって言ったらもう本当に笑えないから、もう今回も奮発して、いつも借りる4つ上のランクのね。あ、いい車にしたの。ええー、プリウスで行ったわけですよ。でね、向かい。プリウスで4つ上となると、借りてて好き結構ですね。ピンクの K だもんだって。ウィーン
で高速とか乗ったらさ、エアコンが赤、うん、青のやつ。赤、もちろん、もちろん、もちろん。で、4つ上のプリウスを借りて、はいはいはい、で、まあ、迎えに行きましてね。うん、で、もう結構もう昼ぐらいよ。はいはい。もうその日だから、うん、遅くなっちゃって。うん、で、向かうわけですよ、温泉ね。うん、うんうん、草津向かいまして。あ、草津行ったんですか？草津行こうと思ってね。今回で情報はないの、うん、テレビ情報じゃなくて。テレビ情報じゃない。自分の勘で草津。そう、昔ね、小学校ぐらいで行ったことあったから、うん、もうその記憶。温泉に行こうと思ったわけ。温泉に。それは、うん、もう決めてて、ここの温泉入るっていうの。じゃあ、向こうさんが、うん、と、そういう話、温泉行きたいな、みたいな話が、だから、うんうんうん、その日の前の段階であって、温泉に行きたいなっていうのはね、うん、だいぶいいですよ、これは。だから、泊まり、うん、そうね、今、日帰りなんだけどね、9時ね、うん、申し訳ないけどもっていう、うん、うん、残念だけども。で、ただでもね、うん、その鎌倉もありましたし、うんうん、もうね、行って、うん、ただ何もなく帰ってくるっていうのもね。そりゃそうですね。やっぱ男としてのその自信もなくなりますし。はい。うん、今日決めてやろうと思って。なるほど。ああ、もう、キスは絶対にしてやろうと思って。いや、そこだったんですね。いや、最低でもよ。最低でも。ああ、ちょっと自分の予想とは違ったけど。うん、だからそれ以上言ったらもちろんバンバン剤だけど。ね。最低でも、そのキスまでは。絶対にしてやんないと、うんうん、やっぱりこっちのプライドもね、うんうんうん、その、俺は何なんだって思っちゃうし、向こうにも失礼だと、うん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 。っていう、まあ、思惑もありつつ、うんうんうん、まあ、こう、向かうわけですよ。だから前回以上に気合入ってるわけ。うん、はい。ね、さっきも言いましたけど、その4つ上のランクだし、うん、聞きましたよ。で、社内でもね、CD 持ってきました、聞けたから。はい、イーガールズの CD をね。アルバムを。それはない、うん、向こうさんが好きそうだから。うん。この間番組で一緒だった時にもらったのよ。あ、イーガールズ。イーガールズさんね、うん。3月ぐらいに出たアルバムの。うん。うん。持って、うん、イーガールズかけながらね。はいはい、行ったら、まあ、4回ぐらいかな、うん。リピートしたらついてさ。うん。草津にね。あ、1枚だけだったんですね。1枚1枚。いろんなの持ってかなかったですね。したら、向こうさんも結構好きだっつって。あ、イーガールズ。うん。で、まあ、社内もまあ盛り上がってさ、うん、映画の曲だね、なんてこと言いながらさ。ハピネスつって。って言って。うん。いろいろあってね。はいはい。で、まあ、着きまして、草津に。うん、行ったことある？草津、そういえば。ないと思うな。あ、ない。多分。したらもう本当のもう、いわゆるまあ温泉街なわけです、うん。なんか映像とかで見るけどね。そうそう。うん、そのね、街の中央に湯畑っつってさ、温泉のなんとプールみたいなのが、バーッと湯煙がバーッと上がってて、ね、その周りにいろいろ、まあお土産屋さんとか、饅頭屋さんとかがあったりとか、まあする感じですよ。うんんで、まあ、そこついてさ、ね、うん、もう、その、ま、超やっぱテンションが、うん、まあ、上がるじゃないですか。うんうん、したら、ま、向こうさんがね、まあ、写真をね、うん、まあ、撮りたいみたいなこと。おー。でさ、で、あんまりその写真とか好きじゃないわけで、撮るのがね。あ、そうなの？うん、で、二人で行ったら、誰かに頼まなきゃいけないじゃないですか。ね、なるほど。ね、だから私が撮ってあげるよ、なんて言って写真撮るんだけど、やっぱ今の子あれなんだよ、普通に撮らないのね、こう、立って。ああなんかその物語を作ってさ、写真を撮る。例えば、バス停があったら、うん、なんか並んでるみたいな、こうなんか、ポーズを撮る。ポーズをさ、面白いね、撮るじゃん。その子。違うのみんな、なんかね、まんじゅう屋さんで、なんかこのまんじゅうふかしてるなったら、なんかこう、熱いみたいな。で、ずいぶんさ、熱いみたいな。ずいぶんご陽気な子だね。いや、そう、そこも、結構ご陽気だなって、そこで知らない面がさ。いいね。ほいでね、で、撮ってたらさ。棒立ちよりはいいでしょ。そうそうそう。なんか物語をつけてこうやるわけですよ。ほいでね、したら、そのね、草津のところに、いわゆる、その、観光地にあるさ、さ、うん、顔を出す、うん、顔をはめてこう撮るやつあるじゃん。はいはいはい。パネルみたいなやつ。あ、いいじゃない。で、こうちょうど二つ空いてて。いいじゃん、いいじゃん。撮ろうよ、みたいなこと。いい、いい。いやいや、いいよ、つって。うん、うん。私もね、うん。それこそ誰かに頼んで撮ってもらわなきゃいけないわけだからさ。そうか。二人でこう顔出してって、これはなかなか厳しいぞと。なで、撮ろうよ、つって。透かしてるわけじゃないけどな。ないけどね。まあ、恥ずかしいっていうのもあるしさ。うん、うん。で、いいよって言って、まあ、結構断ってたの、3、4回ずっと言われてて。うんうん、したちょっとその、ご立腹というかね。まあ、寂しくなるわな。うん。何よ的な感じになっちゃってさ、うん。まずいぞ、このままだとキスできないぞと。あ、そうか、そうか。うん。今日の目的は何だ？そうだよね。ね、うん、キスだろっつって。うん、キスね。って思って、でも、まあまあ、それはね、うん、じゃあいいよ、みたいな感じで、うん、まあ、一人でこう、顔はめてさ。うん。あ、女の子がはめて。そうそうそうね。春日ははめながら。はめな、はめな。透かしてんじゃねえぞ。いや、私も思ったけど、うん、でもね、さす、ちょっとね、うんうんうん、厳しいなと。アッパーの顔しなかったですか？顔はめて、アッパーの顔、鬼瓦の顔とか。いや、そこまでやっぱりね。何ですか、鬼の顔をくり抜いてんのはね。なかったね。
ちょっとそこまでやる勇気がなくて、ね。でもだ、いかんないかんなとか思いつつ。うん、普段暗いからな。まあね。うん。うん。で、そしたら、そのね、岩竹ってところの近くに、うん、あのね、して草津って湯もみっていうのが有名なんですよ。この板をね、板でね、なんかこうやって、そう、風呂に入れて、見るよそう、ガシャガシャやるやつ、草津節みたいな歌、うん、歌、草津良いとこみたいな歌いながらこうね、うん、こう、お湯をぐしゃぐしゃ、まあなんてガシャガシャやるの、うん、湯もみっていうのは、うん。それをなんかショーが見れるという。へところがあってさ、うんうんうん、ちょうどそのショーの時間だったからね、うんうん、見ようっつって言って、うんうん、見たわけですよ。いや、キスをしろよ。まだ早いだろ、そこは。まだ早いのよ、うんうん。日も出てるし。日も出てるし。うん、で、うん、見ててさ、したらね、こう、あるの中央に、うん、このなお風呂が、お風呂があって、ちょっとね、大浴場。あれ見てみたいね、でも一回。そうね、草津、うん、ね、結構お客さんも入ってるわけですよ。二階席もあったりとかして。で、こう見ててさ、したらゾロゾロゾロって6人ぐらいのね、その、湯もみの、湯もみガール、まあ、ガールって年じゃなかったけど、湯もみの、なんか、おばさまたちが。みたいな来てんの？そう、なんか来てて、で、出てきて、うん、で、まあ、ちょっと説明みたいなのしてね、うん、マイク使って、リーダーみたいな人が、今からやるの、うん、伝統的なみたいな、うん。で、こう、やるのよ。はいはい、で、ガシャ、歌歌って、あって、わーみたいになって、うん、で、ひとしきり終わってさ、この、うん、したら、うん、そのマイク持ってたリーダーみたいな人ね。うん、では、今から、お客さんも、参加できます。いいじゃないって言って、うん、で、参加されたい方は、うん、下まで、そのね、お風呂のとこまで、いらしてくださいって言ったら、そのね、井の一番に、その子は、バーって行ってさ、行くねえ、その子行くねえつって、参加とかしたいタイプなんだって。お前は一緒に行こうよって言われなかったん、うん、だから行こうよって言われて、言われて、うん。うん、だけども、とりあえず、結構わーっとも行っちゃってるから、バーっと行っちゃってさ、体験したいって。体験したいっつって。かわいらしい子だね。結構参加するね、うんうんうん、感じの子で、うん。で、うわ、行ったと思って、うんうん、したらもう、早くみたいな。呼ばれて。呼ばれちゃってさ、したらなんかもう、ね、その係の人とかもなんかほら、お連れだから、その、参加する、その女子がお連れを呼んでるみたいな。どうぞみたいな。なってて、ここでも断ったらまたそのご機嫌が悪くなる。そうだな、もうそろそろな。行かないと。で、ほんとはそういうの、なんか参加すんのもね。あんましないタイプだよね。しないタイプだ、もともと。うん。うん。だけどもしょうがないっつって言ってさ。いや、キスをしろよ。いや、まだ早いだろ、だから。そのタイミングじゃ。まだ早いのよ。まあ降りてって。降りて人もいっぱいし。で降りてってさ、私も一緒だってこの板を持ってね。草熱いよ。あの、こう板ひっくり返して。お兄さんうまいですねとか言われて。かわいいからな。そう、そんなのやってるからね。ロケとかでね。それやんないとやっぱキスが遠くなるから。その時には帽子とかつけてんの、うん、マスクとか。一応ね。一応。帽子とそのマスクをして。してる。帽子とマスクして U 持ってんの、U 持ってガッシャーじゃん。めっちゃ不審者じゃん、それ。めっちゃ不審者じゃん。そんなわけないもん。まあね。U 持むとき、そんなやついないじゃん。いないでしょ、周りも。で、そのまま写真撮ってもらって。うんうんうん、ね、向こうの人にね。マスクしたまま。マスクしたまま。写真撮ってあげましょうかみたいなことで写真撮ってさ、うんうん、いいね、でまあね向こうさんの、うん、まああの機嫌もまあちょっと良くなったわけですよ、うん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 、まあ楽しいねみたいになって一緒に共有したからね、そう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 、うん、おいで、うん、あのまあそのショーが終わりまして、うん、でじゃあちょっとあのお風呂にね風呂にも入り行こうかっつって言って、うん、あのちょっと歩いたねとこにまあでっかい公園みたいなのがあって河原みたいな、うん、そこにねものすごいでかい露天風呂があるんですよ、もう本当にもうプールぐらいのプール、その学校にあるプールぐらいのね、その露天風呂に今入って、うん、それだからその日帰り入浴みたいなさ、へもちろん男女別だからね、まあそこ行って別々に入って、何時に上がろうみたいな、何時に待ち合わせみたいな、うんうんうん、ねえ、もうたまらん神田川ですよ。たまらんじゃん、草津温泉。そうそうそう。んで、まあ、向こうさんもね、お化粧では何やるか、ちょっとやっぱ遅いわけさ。ね。で、露天風呂入って。露天風呂入って。いや、キスをしろよ。まだ早いだろ、だから。まだ早いの。で、待ち合わせ。待ち合わせ。まだ待ち合わせだからね。そろそろかな。うん。で、うん、で、でもう言われ、もう結構もう日も落ちてきて。おで、じゃちょっとね、うん、その、飯でも食おうか、うん、なんてことを言って、で、うん、まあ、その温泉街の、うんうん、まあ、そばを食べてね。いや、キスをしろよ。でもまだ早いだろ、だから。そばを食べてさ、うん。で、私はでもずっと思ってるわけよ。うん、どこだっつって、うん。キスのタイミングがどこだっつって。お前よく、うん、試食とかするときにさ、ロケで、うんうん。
唐揚げとかにキスするけど、するね、女性だとなかなか無理そうなんだよね。うーん、不憫だよね。うん、唐揚げとかいけんのよ、揚げ物は。生ものは無理な、生きてるものはさ。いや、蕎麦ぐらい、いつ頃からキス、いつかな。もう、蕎麦食い終わったらそろそろだろ。もうそろそろね。だから、どんどんどんそのキスというゴールに向かって、うん、その進んでるわけですよ。ドリブルはしてると。うん。で、いつ、急に来るかもしれないし、はい、だからもう本当に、一応このなんとなくの、まあ、楽しんでる感じはあるけど、もうオープニングの感じでキャプテン翼のドリブルの運び方で、うん、てーってやつや。いや、今いいのよ。こうやって、こうやって走る。肘はこう。わかりますかね、肘の上げ方。肘をこう上げて。リスナーに伝わりますかね。ガッツが足りないって、そういうやつです。T シャツはヒューガ君に今なってますけど。そうね、肘を上げて走る、うん。アニメ走りね。そうね。うん、で、スライディングとかを飛んで。うん、そう、飛んでさ、かわしてさ。ドリブラ進んでます。やってるわけですよ。はい。ほいでね、まあ、食事をしてて。うん。そしたら、まあ、向こうさんがね、うん、普段ね、そのお酒を飲むのに、うん、飲まないわけですよ。ほんで、飲んだらいいじゃないって言ったら、やっぱり、いや、私が、ね、春日やっぱ運転だから。うん。その悪いよみたいな。いい子だね。いや全然その構わんよっつって。いい子じゃない。うん。いやいや飲全然いいよっつって。いいって言って。で、なんだったら飲んでもくれた方がいいし。こっちもね。そうか。キス。そりゃそうじゃない。キスのね。それ言えないけど、ね。可能性が高くなる。うん。キスしたいから飲んでよとは言えないけどもね。うん。言ってもいいよな、キスって。うん。もういいよ、いいよっつって言ったら、うん、で、そのなんかそういうの問答があって、うん、じゃあっつって言って、はいはい、が、こう飲み始めて、ね。飲み始めて。じゃあ飲み始めたらさ。俺がクジラに切れてる頃ですね、打ち上げで。まさにそうだね。時間帯的にはね。違うもんだね。違うもんだな。うん、これだから面白いよな。人生ってな。人生、うん、いや、キスをしろよ、早く。まだ早いだろ、だから。飲み始めるばっかりなんだよ。で、飲んでて、したら、ま、結構ね、進むわけですよ。お酒。お風呂も入って、はい、後だし、はい、もちろんです。ね、こう進んでって、だんだんこのね、いいね。いい感じになってきて、いいね、おいい仕上がりじゃないって思いながらね、はいはいはい、見てて、うん、で、まあ、もうそこそこいい時間になったから、で、宿もないからさ。うん、ね、泊まりじゃないから、うん。じゃあもう帰りましょうかってなって、うん、まあ、帰りの途中でね、うん。うん。うん。行ってやろうと思って。なるほど。ついにね、この辺で人も多いし、はい。不自然にどっかなんかね、高台に登ろうかっていうのも不自然だしね。うん。脳も酔ってるし、うん。帰りしなでね、うん。やってやろうと思って。どっかでね。どっかでね、うん、最低でもだよ。うん。うん、それ以上目指してますけどね。で、うん、目指してんだよな。目指す、もちろんもちろんもちろん。ね、35なんだから。うん、うん。ほいで、まあ、車に乗ってね。プリウス乗って、また帰るわけですよ。うん、で、いや、今日なんか楽しかった、またイガーズ聞きながらさ。で、ね。で、なんか今日楽しかった、うん、あれが良かった。湯もみがなんとかとか。ああ、振り返りながら。そうそう、ね、帰りのね。そうそう、向こうもなんかもう写真をこう見てるわけですよ。ああ、ね、いいね。ね、うん、電話でさ。で、なんだかんだ言いながら、気づいたら寝ててさ。向こうさんが。お酒飲んじゃってるから。うん、で、って思うじゃん、うん、こっちも。うん、ね、うん、寝てるところにするわけにもいかんし。それは、うん。ね、チャンスではあるか、うんうん。寝てるところでするわけにもいかんし。うん、まあ、いつか起きるだろう。っていう期待とともにね。うん、はいはいはい。もう運転してるんだけど、はい。どん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 都内が近くなってくるんですよ。はい。ね、全然起きないわけ。はいはい。んで、もう用ないコンビニに寄ったりだとかさ。コンビニで立ち読みしたりだとか、うん、なんかねえって起こしてさ、うん、するもんじゃないじゃんそれは、うんね、うん、だから自然と起きるのをなんとなく、ま、待ったりしながらね、うん、結構な時間かけて都内まで帰ってきてさ、もう夜中ですよ、うん、ね、え、それって、うん、それは嘘だろ、ほいでさ、うん、結局もうその家の近くまで着いちゃってさ、へえ。ね？いや、でも、まだまだだな、うん、こっからだ。んでも、もう、なんか、こっちもさ、うん、まあ、昼、まあ、午前中ぐらいからそういうテンションだったからさ、うん、なんか、やっぱりちょっと折れてる部分もあるわけですよ。え？ね？あ、ちょっとこれは、できないのかと、今日ね。うん、寝てるし、うん。ほんと何回行ってやろうかと思ったよ。寝てるところ。うん。もう、この辺まで行ったんだから。ね、車止めてこの辺。変態じゃないですか。この辺まで一回近づいたら、変態じゃないですか。パッて目覚めるかと思って、もうほんと鼻がつく距離まで顔近づけたの。変態じゃないですか。ブーッつって。全然起きないの。いや、それ、俺が言うのもなんだけど、うん、
パーキングとかで泊まってさ、いきなり寝てるとこにキスじゃなくてさ、うん、手繋いだりしてからさ、で、それでちょっと起きたで、うん、手に拒否る拒否らないっていうのを感じつつ、うん、その、手繋ぐぐらいから行けばよかったじゃない。いや、だから寝てるんだからもう。いや、だから寝てても、うん、寝ててるとこにキスしたら、まあ、さすがに悪いかもしんないけど。それは悪い。それだって、こっちだけの。まあ、別にいいと思うんだけど、本当は。共有したいわけよ。キスを。あ？お前。余計なこと言って。部外者が。そう、確かに、ね。こっちは必死になって戦ってんだよ。リングで上がってんのに。でも手繋ぐぐらいからして反応見ながら、うん。それはだから手はもちろん繋いだよ。寝てるときに。当たり前だろう、うん。キス以外はやったよ、いろいろと。うん、まあやってんだねっていうのがあったけど、うん、今で、ね、キスをよりは進んではいないけどね。はいはい。で、そのね、手をあれしたりとか。それはもう変態。それはもう変態になっちゃう。まあさすがに寝てるところにそれはもう。まずでしょ、うん、それはやった上での、うんうん、いろいろ回り道して、うん、いろいろ上での、もう、家の近くもついちゃったわけさ。うん、うん、で、もうこれしょうがないっつって思って、うん、まあそこでまた起こしてさ、うん、ね、あんま遅くなるのもあれだからっつって。うん、で、まあ向こう起きた、寝てた、みたいなことになってさ、うん、まあまあ寝てたよ、みたいな、うん、会話があって、もう今日ないな、と思ったのよ。うん、私はね。はい。で、向こうの子こうね、降りる準備してさ、うん、あ、もう降りちゃんだなと思って。あ、もう降りちゃんなと思って。うん。うん。したらですよ、うん、じゃあね、つって言って、うん、向こうさんがですよ、うん、私にマスクしたの。うん、その時ね、うん。じゃあねって言って、向こうさんがマスクをこう、ぺっつって、私の。ぴってやって、ちょっつって。いや、まだ早いだろ。いやいやいや、ベストタイミングだろ。そこ。なあ。すごいねー。若林さん、上手だったよ。いやー、面白い。上手。向こうの方が上手だったね。いやー、面白い。マスクをかっ、パッ、パッってですよ。いや、いいシーンだね、うん。いいシーンでしょ。いいシーン。うん。でも彼女はもう、こういうことか。キスしたいのよ。全然上手ですよね。上手だったよ。で、バレてたっていうのもあるしね。あ、バレてたんだ。まあ、そういうことなんだ。手繋ぐとかも？いやいや、そのね、キスをしたいっていう、うん、その今日の一日の感じが。なるほど、なるほど。それはちょっと恥ずかしかったけどな。これはあるね。初めてですね、このラジオで、オチがキス。おしゃれだよ。先週の土曜日ですかね。うん、まあ、オールナイト日本前の話なんで、結構早めに終わったんですよ。ラジオの前のお仕事が。はいはい。本当夕方の5時ぐらいに終わって。うん、で、まあ、ラジオまで時間があるからどうしたもんかいのと思っててさ。はいはい。で、なんか、まあ、飯でも食おうかと思ってね。うん、まあ、水口 D の番組だったのよ。うんうんうん、だから、まあ、終わってから、どうよ、つって言ったら、うん、まあ、同じ時間に終わるしね、うん、収録がその時間だったから、どうつって言ったら、ちょっと、この後会議あるから、うん、ちょっと無理だわ、みたいな。うん、まあまあ、そうか、じゃあまた今度、みたいな。で、佐藤光にね、うん、連絡したら、うん、ちょっと今日ラジオ前に足りない二人の、うん、はいはいはい、ちょっと打ち合わせがあるから、ちょっと難しい、みたいな。うんうん、まあ、そうか、そうか、しょうがないと思って。うん、で、まあ、まあ、家帰るのもなんだからと思って、うん、まあ、ジムに行こうと思ってね、うん、銀座のゴールドジム、うん、まあ、行こうとしてたのよ。うんうん、で、その最中に、うん、なんかね、街にさ、うん、浴衣の人がいっぱいいてね、うんうんうん、女の人とか、うん、もうなんか表参道とかあっちのあたりとかさ、はいはい、で、なんだと思ったら、うん、花火大会なのね。先週の土曜日。あ、神宮の。神宮の。あ、はいはい、あ、神宮の花火なんだ、と思ってさ、うんうんうん、見たいなと思ってね。花火。花火を。はいはいはい。結構花火好きなんですよ、私。花火大会。花火好きなの、ね、花火大会ね、あんまり人に言ったことないけども。うんうんうん、本当に、ね、よく前お付き合いした、ね、うん、葉っぱとかと、はいはいはい、もう車でもう横浜行ったりとか、埼玉の奥の方のね、本庄とかあっちの方まで行ってさ、花火大会のために見に行ったりとか、うん、もう散々してたのよ、うんうん。でもなかなか最近このね、あんま見る機会ないじゃん。だいたいこの見れない時間帯的に、うん、土曜とか週末が多かったりするしさ、うん、夜7時ぐらいなんてなかなか開かないじゃない、うんはいはい、だからちょっと見たい、チャンスだなと思って。うん、見れるなと思って、うん、で、まあ一人で行くのもなんだと思ってさ、はいはいはい、だけど水口 D もね、佐藤光もダメだってなって、うん、でどうしようかなと思って、
思い切って誘ってみようと思ってさ。うん、例のあの、25さんドッグカフェのね。お久しぶりです。あれだ。ええ。3回目になるデート。3回目の登場ね。あの、イマルちゃんにのね。はいはいはい、はい。ドッグカフェの店員さんの。鎌倉で、プスマと全く同じコースを、ね。同じことをして、してで、草津行って湯もみを。湯もみを。二人でやって。で鎌倉草津、うん、で最終的に帰り際にね、うん、マスクを渡してたマスクをピッてやってパッつってこうねあのキスをね、キスをね、自分からしてきたもうしたという、うんうん、あのね店員さんよ、うん、ね小丸ちゃんをね、はいはいはい、誘ってみようと思って、うんうん、ただでももうその時点6時ぐらいなのよ、うん、でその日で今から花火大会ってね6時半ぐらいから始まるでしょだって7時過ぎぐらいだったかなスタートがんで、まあまあまあ、でもとりあえず誘ってみようとダメ元ねって言って、うんうん、ね。で、連絡してみたら、うん、行けると。はいはいはい。ね、はいはいはい、ちょうどその、ドッグカフェが終わって、うん、で帰るところだっていうわけですよ、うんあ。これはいいと。ちょうどよかった。ちょうどいいぞと。そういう恋愛はうまくいくからな。ねうん、そういうじゃタイミングがね、お互いのね。タイミングがあるよな。そうなんだよね。うん、いくらさ、お互いいいと思ってもタイミングが。いいよ、次。うん、でね、うん、信濃町に待ち合わせしたのよ。はいはいはい。ね。近いからな。近いからさ。うん、で、私さ、信濃町行ったらさ、うん、で、慶応病院があるじゃないですか。はいはいはい。あそこの、信濃町ってすげえやっぱ混んでるだろうから、駅前だとね。絶対ね、お客さんが、うん、慶応病院の方に渡っといてくれ、つって。ああ、待ち合わせはそう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 。KOB の門のところでね。できる男だね。待ち合わせしましょうって言って。うんうん、行ったら、もうすごいのね、人が。そうだろうね。まあ、花火始まる前だったけど、人すごいし、もう、初めて見たよ、DJ ポリス。ああ。出動してんの。テレビでね。ね、有名になった人かどうかわからんけど、はいはい、なんか、さあ、車の上に乗ってさ、うん、皆さんみたいなことを言ってんの、すごいな、つって、思ってさ。で、なかなかこう見つかってもいてさ、ね、うん、で、会いまして、じゃあどうしましょうかと。うん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 、でももう、もうすごい混んでるしさ、若林さんも行ったことあるだろうか知ってるけど、うん、めちゃくちゃ人がいるじゃない。いや、すごいいるよね。ね。うん、で、なんか神宮、その会場とかはもうチケット制とかで入れないでしょ俺も昔10年ぐらい前に、うんうん、その時、付き合ってた子と見に行ったら、うん、K ダッシュライブに、うん毎月来てる常連のおばさんと芸人が見に来た、うん、真横でいやそういうのがあるじゃん、うん、あるあるあるねでさあこんでどうしたもんかいのまあいろいろぐるぐる回ってさ、うんうん、なんとなく私前行ったことあるからねはいはいまあ、その時の記憶をたどってこの辺だったら空いてんじゃないかみたいなもう出会ってんのね出会って二人そう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 ねそれお前マスクしてる、うん、ちなみにその時マスクはねしてる、うんああ、なるほど。それやっぱりそのね、うん、例のそのピッタ。もうお前がマスクしてたら、その子にとってはお前がもう口尖らしてるのと同じぐらいの感じだった。うん、ピッてやってプッて言う。いや、そうだね。私もだからマスクしてるってことは、もうオッケーサインみたいなもんよ、いつでもどうぞ。イエスのマスク。イエスの、もうイエスの方向。お前から白キス。前に出して。前から白キスは。表にして、してると、もうオッケーサインをずっと出してる状態で。ブスだな。抱いてもいいのよっていうね。気持ち悪い。なんなら抱いてもいいのよっていう。うるせえな気持ち悪いな、ブス。ブスってやめなさいよ。失敬じゃないのよ。でさ。ちょっと出会った感じの、うん、感じを一人二役で聞かしてよ。そっか、すいません。出会った感じ。出会った時、慶応病院の前で。なるほどね。だからその向こうがこうやって、こう待ってね、うん。向こうが先に。向こうが先に。で、私が、ファーッと見えるわけよ。うん、30メーターぐらい先かな。はい、まあまあ、背がね、あんまでかくないからさ。ちょっと探すの難しい。どこだ、うん、どこにあ、はい、うん、よし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 。はぁ、つって。あ、これ信号待ちね、うん。いや、出会ったところからでいい、ね。あ、出会ったところですか。うん。だって何もなかったじゃん、信号待ち。いや、だからこのワクワク感をさ、私の。ああ、それを伝えた。体験してほしいわけ。いや、出会った感じだけ知りたい。出会った感じ空気を知りたい。ああ、そう、うん。うん。出会った感じだったら、うん、おう、つって、うん。うん。ちょっと待った。これよ。出会った感じリアルはね。なんでそんなリカコみたいな感じ、うん、ちょっと待ったよぐらいだったかもしれない。ちょっと待ったよ。ちょっと待ったよ。したらなんて言ったの、うん、ね。ごめんね。ごめん。ごめんね。うん。ほんと、渡部篤郎とリカコの。ごめん。いやそう、まあまあまあね。その空気なのね。そう、こんな感じの、そんな。ちょっとだから、あれなんだな、うん。サバサバしてんのかな、簡単に言えば。まあまあ、そうだね。うん、性格的にはそうなのかもしれないね。
で、うん、どこで見るか探して。どこで見るか探して、ずっとあるよ。なかなかもうないのよ。まあなあ、急に行くとなるぞな、うん。そうなのよ。おいで、私もさ、そのね、スマートフォンでさ、いろいろ調べながらね、穴場、なんとかみたいな。うんうんうん、で、行ってみるんだけど、なかなかもうさ、そこみんな調べて。調べて、もう混んでるのよ。はい、で、結局、棚日もこう、上がり始めちゃってね。はいはいはい。でも、まあ、ぐるぐる、この、止まってれないからな。そうなんだね、うん。歩いてなきゃいけないから。で、最終的になんか、神宮とかをもう一周して、またあの、信濃町の駅前ぐらいに帰ってきたのよ。はい。ぐるっとあの、ぐるっと回っちゃったの。ぐるっと回って。うん、帰ってき、来たら、うん、京王病院のね、うん、横のさ、線路沿いの道あるじゃない。ああ、はい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 。あそこがね、結構空いてんのね。へえ。あの線路沿いから神宮の方を見たら、まぁ、あ、ちょっと木に被るんだけども、はい。まぁ、あ、まぁ見えるわけですよ、花火。なるほど。見つけたんだ、そこ。そうそう。で、うん、もうその沿道のところに、やっぱりそれ知ってる人がばーっとこう並んでるわけ。へだから駅の方からずーっとあのね、坂を下るというか、下の方に向かってその隙間をね、ずーっと探すのよ、二人で。はいはいはい、二人入れる。ね、もう手を繋ぎながらさ。手繋いでんの？手を繋いで私はもう。いいね。それはもうさ、35だぜ。いや、なかなか手繋げないみたいなこと言ってたからさ。言ってたけど、でも花火大会は手を繋げるな。あれは。どういうこと？いや、もうね、手を繋いでない方が逆に恥ずかしいみたいな雰囲気。大体もうそのアベカップルがさ、あの、たくさんいる。安倍カップ。安倍さんのカップ。いや、全員安倍姓じゃないと思うけど。いや、ちょっとね、アベックというか、まあ、カップルね。カップルがいっぱいいるじゃない。はいはい。ね。で、だからもう逆に繋いでない方が変な感じ。で、人もたくさんいるし、繋ぐのは知ってる。そう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 。で、まあ、手を繋げながらさ、なかなか空いてないね。すげえなぁ。そうだね、つって。無理だわ。うん、たくさんいるね、みたいな。うん、ね、向こうもさ、うん、なぁ、もうね、ちょっと、遅かったんだよ、連絡してくるのが。ああ、そういうことになるんだ。いや、まあ、急だったからね。こっちもあれだけども、申し訳ないと思ってますけど、つって言ったら、まあ、もっと早く言ってくれたらね、もう浴衣とかでね、来たかったな、みたいなこと言うわけよ。くぅっつって、うん、似てえぜ、この野郎って思いながらね。まだ付き合ってるっていう確認はし合ってないんだよね。し合ってないのよ。手繋いで。その、文言として出てないっていうね。私はそれだけだと思ってるけど。あと言うかどうかぐらいの感じにはなってる、ね。そうそうそう。なってるの、そうそう、うん。契約交わすかどうかって話になってると思う。契約って言うんだね、そういうこと。思ってるのよ、うん。で、なかなか見つからないなって思ったら、うん、ちょうどね、二、うん、人分ぐらいの隙間があってさ。はいはいはい。あ、や、空いてるぜって思って、うん、そこにこうね、入ったのよ。やっぱ光って見えた、そこは。ピカーっとね。うん、うん。それで光って見えたって。かぐや姫、かぐや姫状態よ。だからね。ピカーッと光って。例えて見失うってすごいな。わかりやすくなるための例えなのに。ピカーッと光って見えて。行って。で、行ったら、うん、でもね、行ったら行ったで、そなんで空いてる理由が、ね。なるほど。あともうなんか、そうか。背の高い雑草がさ、こう。あるじゃん、背の高い雑草。これ背の高い雑草、夏あるな。夏は茎の太いさ。お前、育ったなーっていう。雑草なのか木なのかどっちなんだよってやついるじゃん、緑のさ。何日でそうなったんだよってやつな。なーってな。うん。太いやつ。太いやつあるじゃん。あれがこう、ファーっとなっててさ、うん。だからみんなそこにいないのよ。はい。で、まあ、すわ、ね、そこで、まあ、しょうがないから行ってさ、うん、ずーっとこの首筋のあたりをこう、チク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 、その雑草がしてる中。女の子には、うん。ついてないの、うん、なるけど、私がこう、スッとこう手をさ。ああ首筋にこう、スッとこう手を。首筋に手を当ててる。手を当ててるの。カバー。雑草カバーしてんな。雑草カバー。右手、ね、私の右手は、その時雑草カバーになったわけですよ。うん。スッとやりながら、ドーン、ドーン。ドーン。もうだってさ。なんかいいな。いいでしょ。うん。ね？そんなんがあってさ。うん、で、まあ1時間、1時間もなかったのかな。まあ、まあ、でもそんなもんでしょ、花火1時間、うん。そうだね、9時前ぐらいに終わったのかな。うん、はいはいはい。うん。で、まあなんとか見れたね、なんてことを話してさ。うん、いや、花火大会なんて久しぶりだよ、みたいな、うんうん。私も久しぶりよ、みたいな話しながらね。うんうん、で、まあまだちょっと時間があるから、うんうん、日本ゾ来るまでね、うんうん。なんかちょっと飯でも食おうか、っつって。はいはい。言って、うん、で、そのままなんかね、駅でさよならすんのもなんだなと思ったからさ、うんうんうん、ちょっとなんか屋台とかもあるじゃない。
あー、花火だから、ね。そうそう、花火だからさ。で、ちょっとなんかをね、うん、そのフランクフルトとかさ、何でもいいけどさ、屋台でなんか食べるってちょっと雰囲気が、ね。いや、いいよ、うん。いいでしょ、いいよ。ね、焼きそばとかさ。で、ちょっと買いに行こうみたいなことを言って、うんうん、もうね、花火見た人はもう駅に向かってるわけです。私らはもう逆流、そこを逆流しながらね。なるほどな。何かを象徴するようだな。うん、そうだな。うるせえな、お前そんな、うるせえとかねえだろ。何かに向かってね、二、うんうん、人でね、協力し合ってさ、突き進んでいくわけですよ。いや、いいよ、もう。うん、で、屋台のとこ行ったんだよ。屋台のところに、こうね、向かってって、うん、で、まあまあ買ってさ、食べたりとかして。うんうん、でもね、ほら、やっぱり花火大会ってさっきの若林さん、神宮のさ、はい、野球じゃないけど、やっぱ飲みたくなるじゃない。そらそう。お酒をね。そらそう。だけどやっぱりそのラジオがあるから、うん、ちょっとまあ、やめとこう。いいよ別に。とか思う。むしろいいんじゃないそっちの。いやいや、まずいですよ、酔いながらは。そっちの方がいいんじゃない。いやいや、それはやっぱりプロとしてね。うん、いや、アマだろ、お前。プロだよ。えアマだよじゃない。ほいでね、まあまあでもそういうとこ目が行くわけですよ。やっぱね、ビールにね、うん。で、今ほらフローズン生とかあるじゃない。飲んだことねえからさ。あれ飲みてえな、とか思いながらね。お前、東京一週間みてえなやつだな。あるでしょ？うん、あるある。ね？わかるよ。いや、わかるでしょ？すっごいやっぱ行列して並んでんのよ。ね？浴衣を着た男女が。わかるよ、さっきから。で、飲みたいなーと思って、うん、いいなーとか思って、その行列パッと見たら、うん、あらと思って。おえ、ちょっと待って、勘弁してしょうよと。うん、何？ね？その行列に、うん、水口 D が並んでたのよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、これはちょっと面白いぞ、どういうこと、どういうこと。へいって思って。私誘いました。まあ、花火大会じゃないけどね。はい。食事誘いました。はい。会議があると言って断られた。だから今私、まあ、入れるんだけど、花火大会ね。女子とね。まあ、それはいいんだけど。え、足りない二人の会議だってことだ、なってたんでしょ？足りないかどうかわかんないけど、会議だって言ってて。何にフローズン生にフローズン生に並んでんのよ。なんか、もうそろそろ帰るぐらいのところ。まあ、あと二組三組ぐらいのところに、並んでて、あっと思って。いや、でも見間違いかと、思ったら、完全にそうなのよ。一瞬わかんなかった。フローズン生、ね。フローズン生。で、ね、何回も確認して絶対そうだと思ったんだけど、うん、なんで何回も確認したかっていうと、水口でその時、浴衣着てんのよ。ちょっと待って。これは面白いよ。おい、ちょっと待ってくれよと。いや、水口 D は本当あいつプライド高いから、そういうとこ見せねえし、言わねえから。言わないし。で、めんどくさがりだからさ。言わないんだよな。浴衣を着て花火大会と思って。どういうことよ、それ。うん。で、と思って見たら、うん、隣に同じようなピンクの花柄の浴衣着た女子がいてさ。はいはい、はい。ね。おいおい、ちょっと待ってくれよと。楽しそうに喋ってるわけです。もうあれだ、藤岡弘と仲悪い。そうよ、そうそう、若林さんも。おいつって、うん、水口って言ったね。もう、そう言うぐらい、こう、バッて並んでさ、うん、楽しそうにやってさ、ずっと見てたら、フローズン生買って飲んでるわけですよ。二、うん、人で。多分冷たいね、美味しいね、みたいな話してんだろうね。会話聞こえないぐらいの距離だったんだけど。ちょっと待って、誰よ。え？で、誰よと思って。ああ見たことないの。うん、私ほらね、水口 D としか飲まないし、うん、まあ、女子と飲んだりするときも、あの男がね、はいはい、必ずいて、はいはいはい、でも飲んだこと、私が飲んだことは知らない女子なのよ、はい、なんかシュッとした感じの、はい、あの本当あの可愛すぎる女医みたいなさ、はい、感じのなんつうの、シュッとした感じの可愛すぎる女医みたいな感じ、女医さんみたいな感じのタイプよ、うんうん、ね、うん、いてさ、うん、でうわーと思ってさ、でなんか、うん、そこでさ、私断られてね、うん、いるからなんでだよ、うん、っていう話なんだけど、うん、見た瞬間、気づいた瞬間に、うん、なんかわかんないけど、うん、隠れちゃったの、私が。うん、なんかね、まあわかる。隠れて、なんかその、いや、これはこの場にいてはいけないと。わかる。気づかれてはいけないって思ってさ、はい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 、その場を離れたのよ、はい。なんか怖いじゃん。なんか怖いな。なんかいけないものを見てしまったみたいなね。うん。うん。でね、うん、ドキドキしながらさ、うん、でほらコマルちゃんの方は意味がわかんないのよ、ね、お前があっとか言ってるからっつって言って、どうしたのみたいな、うん、いやまあ何でもない、うん、みたいなこと言ってさ、うん、なんか説明すんのもね、それでもなんか変なことに勘ぐらせるのもなんじゃない、うん、でも言ってもいいような話だし、まあでもそんなにほら追求っていうか、なんでな、どうしたどうしたってなったら、説明したかもしれないけど、うん、いや別に大丈夫、なんでもないよって言ったら、うん、まあそうみたいな感じだったから、うんうんうん、まあ、詳しくは説明しなかったんだけど、はいはいはい、もうドキドキしてるんです、私は、
ね、うん、んで、まあ、ね、このなんか焼きそばとかなんか食べて、うん、んで、まあ駅に向かう。まあね、うん、もう時間も時間だったから、うん、駅に向かうっつって、駅に向かうとしてちょっとキスをして、うん、で、そこさらっと、それは、うん、マスクをピッてやってたの、向こうは。もうマスクその時私してなかった。あ、してない、うん、うん。しなくて、もう普通に、もうなんか、暗いところで。街灯のない暗いところで。いや、そこちょっとね、ごめん、ちょっといただきたいわ。なんだよ。いただきたい。そこはプライベートだよ。そこプライベートなの？そこはプライベートだよ、そこは。全編プライベートだよ。そこはちょっと聞きたいけどね、さっと行った方がいいの、うん、そこはまあ、だからもう一回ね、してるし、で、どういう感じか聞かせてよ、その、どう人目を避けたかよ。まあ、だからさ、あの辺すごいいっぱい木があるじゃない。うん。言ったら森だから、神宮の森だからさ。はいはい、うん。で、まあ、街灯もあって明るいとこもあるけども、うんうん、ね、ちょっとこの木と木の間みたいなさ、うんうん、ね、ところに入ったら、入ってくんだ。暗いじゃない。それじゃ、入ってくときってさ、どうやって言って入ってくの、そこに。そこはだから、うん、食べ物があるからね。あっちで食べようかみたいな。とか持ってあっちで食べようかよ。はいはいはい、はい。うん。で、まあ。そうかそうだよね。ちょっと、昨日奥にキスしに行こうかって言わないもんね。そんなやつね。そいつはもう恋愛ベタ。そいつは。うん。うん。いや、ね。だから、食べ物あるから、行って、もう帰ろうかって言って、うん、もう座りながら食べてください。はいはいはい。で、僕立ち上がった時に、うんうん、もうこう。何よ。二つね、線が走っちゃってんのよ。柱が。水口 G の柱と、うん、お前のキスも。いや、キス両方いいのよ。スピンオフが強いっていうか。両方聞きたいのよ。戦いラーメンマンが面白いのよ。なるほどね。シューマイがいて。お前ら本命出てこねえなっつって。いや、そんな話は今いいのよ。独首脳って言い方してる。そんな話は今いいのよ。戦いラーメンマンの話は。で、キスをして、うん、で、どうなのよ。それで、うん、まあまあ帰りまして、はい、ね、その花火大会は終わりです。終わりました、そこは終わり。終わりまして、うん、で、私はもうずっとあれ何だったんだろうと。そりゃそうだわ。水口 D のあれ何だったんだろう。聞けんでね、はい、まあいつか、まあいつかと聞こうと思ったんだけど、うん、なんか電話直接聞きたいなと思ってさ、うん、会ってる時に、会った時に、ね、フェイスフェイス。そうそうそう。うん、で、なかなかこの一週間、会う時なくて、うん、で、昨日ね、うんまあ、飲み行こうみたいになってさ、うんうんうん、で、行ったんですよ。うんうんうん、ね、居酒屋さんに。ほ、うん、うん、で、あ、聞こうと思ったけど、うんうん、なんかでも、聞けそれは。でもなんかやっぱ怖いよ、まだ。いろいろね、その一週間考えたんだけど、その私の知らない、ね、もう、うちに、うん、その、もしかしたら、おかみさんかもしれないじゃない。結婚してるかもしれない。女房かもしれない可能性あるじゃない、うんうんうん、それちょっと怖えな、とかね。うん。いろいろ考えて、まあね、普通どんな関係なんだろう。うん、まあ、もしかしたら姉か妹かもしれんと。ね。うん、いや、でも姉か妹いないぞと。うん、まあ、いろいろ考えて、うん、で、ちょっとなんか、ちょっと怖い気分になって、うん、で、あの子何なのよみたいな感じになって、私の中で。うん、私の知らないあの子言って友達だからね。何なのよ、うん。はいはい。ね、秘密にして。はいはい。で、居酒屋さん行って。行って。でね、いきなり聞くのも、ちょっと怖かったから、あのさ、つって、うんうん。まあまあ、ハイボール2杯、3杯ぐらい飲んで。うん、つって。この間のね、会議、うん、あれどうだったのつって。ちょっと浮気してる恋人を追求するような感じで。みたいな。あれ、どうだったの結果聞きてえけどな、早く。まあいいや。って言ったら、うんうん、あれつって。うん向こうね、うん。あれね、会議じゃなくて、花火大会行ったのよ、つって。結構あっさりさ。あっさり言った。言うのよ。はい。んで、うん。んで来たから、知ってるよ、つって。うん。こっちも言って。うん。したら向こうが、え？ってなるじゃん。なるよ。ね？うん。んで、なんでしてるんですか？いや、見たのよ、つって。うん。浴衣着て、うん。フローズンなの何だったの？なんでだろう？つって。うん。言ってる、ああ、なんだなんだなんだ、つって言って。あれ、一体誰なのよ、つって。あれ、私の知らない女じゃないのあれ、誰なのあれ、一体っつって。面白いね。言ったら、そう、あ、見られた。あれね、ちょっと狙ってる子なのよ、つって。言って、いろいろ聞いたら、今ちょうどね、そういう女子がいて。いて、狙ってて、なんで浴衣を着るって何よっつったら、向こうが、その、浴衣で行こう、みたいな、ことを言って、事前にその浴衣をね、買って、当日、着付けもしてもらって。
ね。踏んで、行ったと。で、栃木行ったら25だっていうね。私のね、一緒だ。一緒なの、一緒なんやか、つって言って。んで、ね、なんかアパレルかなんかで働いてるみたいな、つって。んで、結局あの後どうだったんだって、私聞いたのよ。したら、あの、まあね、飲んで、んで、そのままなんか、バーみたいなところに行って、帰ったと。言ったのよ。んで、私ね、何もなかったのかと。ね、うん、聞くなら浴衣をさ、揃いで着てさ、花火大会を、こっちはもうキスしてるわけですよ。ね、何もなかったのかと、聞いたら、何もないって言うのよ。ね、情けないって、こっち言ってさ、私ね。お前もキスしただけなんでしょ、そうよ。時間がなかったから、それはな。それ情けないと思ったんだ。情けない。はいはい。キス一つもできないよ。35だぞと。36だぞ、つって。それで。言ったら、向こうが、どうやったらキスができるのかと。言ってくるわけですよ。ね、その、しようと思ったけども。できなかった。できなかったと。どうやったらキスができるのか。言ってやりましたよ。マスクをつけたらできるぞと。なるほど。ね。マスクつったらこのピッてしてプがあるぞ。なるほどなるほど。って言ってさ。ね。いや、そんな風にうまくいくわけねえだろ、みたいな感じになってさ。いや、それがうまくいくんだよ、みたいな感じになって。向こうはあんま信じないわけですよ。で、結局、こっちもこっちでね。いや、私もね。まあ、そこは行ったんだけど。なかなかこの、それ以上進まねえんだよ、みたいな。話になって。結構朝までその恋愛相談みたいなさ。そのお互いにしてね。なるほどな。んでもベルベルになってこう、まあ、帰ったんですよ。おおおほんで帰り際に、水口 D がコンビニ行ってマスク買って帰ったのよ。その 3D マスクみたいな。キスしてほしいために。そうね。はいはい。そうそうそう。んでまあ帰ってて、その後どうなったかわかんないけども。そういうお話。いいよ、いいでしょう。危ない。オールナイトニッポン。まあ、ちょっと前の話になるんですけど、まあ、年末ぐらいかな。ちょっとね、最新のトークをお届けしろ。ちょっと話しとこうかなっていうね。その案件がありましてね。案件がな。案件がね。温泉行ったんですよ。年末にね。あれ水口ちゃんのやつ、また別でさ。いや、同じトークはしないでしょ、そこは。面白い話だった、2回聞くの。ゲロ行きましたよねって話はしないですよ。さすがにね。まあ、伊豆の方に行ったんです。まあ、それとは別で。で、その相手っていうのが、若林さんを覚えてるかな、私が狙ってるっていうね。あ、まだ、ええ。なんだっけ、湯もみの。そうそうそう、草津に行きました。はい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 。こまるちゃんですね、いわゆるこの番組でね。あの時日帰りでしたけども、ちょっと泊まりでね。ああ、いいじゃない、いいじゃない。行ってみようじゃないか。伊豆。ああ、そうしよう、みたいな。とこまで行きましてね。伊豆のあたりがね、この東京から行くんだったらいいかなって。ちょうどレンタカーでね。レンタカーじゃ、ま、電車で行ったんだけど。あ、電車で。そうそうそう、直で行くみたいな話。何の電車で行ったの？なんだっけな、なんかね、特急みたいなやつ。はいはい。伊豆急みたいなやつかな。はい、いいです、いいですね。伊豆急。伊豆急っていうやつかな。新幹線じゃない旅行っていいよな。いいじゃない。熱海あたりが出てるようなね。それ乗って行ったんです、伊豆の方にね。んで、まあ、その話が決まってさ、もう必死こいて、もう宿をね、もう探してさ。ああ、大事だぞ。大事でしょ。宿は。で、どうしたもんかで、もう、なかなか空いてないのね。結構直前だったから。言ってくれれば、箱根のいいね、旅館紹介したの。かますか、金目か、夜、聞いや、あそこはそうでもなかったって言ってんじゃん。ね、んで、だから若林さん言ってたみたいな、部屋に露天風呂ついてるとか。ああ、あるある。それはでもどうなのかと。ね、いきなり、なんかそう、ちょっとさ、生々しいじゃないですか。生々しいよな、あれな。でしょ？で、その話があったら、それもいいなともよぎったんだけど、いや、生々しいね、やっぱりと思って。でもさ、その前にさ、それ、付き合おうっていうのは決まってないんでしょ？決まってないの。決まってないのに旅行行くってことは、もう、結構もうそういうことだな。だからそういうことだ、もう決めてやろうっていう気持ち。いや、
決めてやろうっていう思いがあるの？いや、もちろん。で、旅行行くの？そう。もう、言わないタイプっていう感じで透かしてるわけじゃなくて。じゃなくて。なんか、もう言わないでしょ、25ぐらいから。付き合うって言ったことないけどね。え、じゃあどうやって自分たちが付き合うってことが、になったんですか？いや、なんかこう、イベントとかで、なんかお互い祝ってたりしたら、そういう感じなんないみたいな。そういうこと言ってなかったでしょ、お前。お前言ってたよな、そういうこと。言ってないよ、それ私じゃないよ。お前にか言ってたような気がするけど。喋り方も違うしさ。そう、私じゃない。お前の真似だよ、これ。いや、だってさ、プレゼントが交換しちゃったらもうそうやって彼氏買うんじゃないの？違うの？お前の真似、これ。いや、そんな喋り方してないじゃん。それ私じゃない人よ。あ、違うのね。そう。ほ、うん、いでね、まあ、どこがいいかなって、いろいろ探してたらさ、うん、生々しくないとこがいいなって探してたのよ。うん、したら、なんかね、一軒家みたいな、うんうんうん。一軒家丸ごと借りられるみたいなさ。いいよね、あれ。いいよ、ものすごい敷地も。うわ、めっちゃいい。ものすごい広くて、うんうん、なんかその、テニスコートとかあったりとかしてさ。いいね、で、いろいろその、何、まあ、ログハウスというか、なんかその、一軒家がね。あるんだね。いろんな塔が立ってるところがあって、これはいいぞと。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんかこのアットホームな感じもするしね。うん、生々しくないぞ、うんうん。で、そこは、まあ、あいつらがそこを予約してさ。うんで、まあ、行ったんですよ、電車で。ほ、うんうん、いでね、まあ、駅着いてね、うん、その、一軒家っていうのはもう本当にもう、家なのよ。うん、言ったら、人ん家に、泊まるみたいな。な、うん、そうそうそう、ところでさ、まあ、写真とか見る限りね、そんなのもう事前に分かってて、うん、で、なんか台所とかもあったりしたからさ、はいはいはい。ちょっとなんか作って食べようみたいな。いいじゃん。いいでしょ。ああ、それ楽しそうじゃん。そうでしょ、うん、で、駅着いてね。うんで、目の前にスーパー買ったからさ、うんうん、ちょっと買いに行こうつって言ってさ、うんうんうん、まあ、いろいろな、鍋でもやろうじゃないかつって。いいなぁ、それ。で、いろいろ買ってさ、うん、で、まあね、その、やっぱ、食事のお供に、うん、やっぱお酒も、やっぱ、あった方がいいだろうっていうことで。うんうん、で、お酒も買ってさ、うんうん、で、もう、やっぱり、切らしたくないから、お酒をね。たくさん買って。たくさん、これもあれもって、もうものすごい量になっちゃって、酒が。二人で飲みきれないぐらい。飲みきれないぐらい。でもなんかもう、ね、切らしたくないから。うん、お酒を。でも結構最近飲むし、私もね。知らねえよ。いや、そこ、なんで急に厳しいの？いや、話をしたで、ここでね。いや、ボケてきたから。いや、ボケてないわ、全然。うん、恥ずかしいわ、うんうん。もうね、ウイスキーとかももう、ボトルで買っちゃったりとかしてさ。うんうん、飲むから、私ね。知らねえよで、なんでそこだけ厳しいのよ、うん。うん。でね、もう大量に買ってさ、材料、お酒とか。で、まあ、行ったらさ、本当にもう一軒家で2階建てみたいになっててさ、その部屋が、ロフトとかもあったりするわけよ。ちょっとしたベランダとかもあったりする。これはいつテンション上がってさ。で、料理を作ってね、鍋を。いいね。キムチ鍋。あ、いいね。いいでしょ。キムチ鍋。いいね。いいでしょ。白味噌入れて。ね、スクール革命で長野くんが作ったやつですよ。あれめちゃくちゃうまかったじゃん。あれをやろうっつって。あれをやる。味噌をさ、少し入れるんだっけ。白味噌を入れるっていうのよ。めっちゃ美味しかったよ。あれめちゃくちゃうまかった。あれを作ろうっつって。あれなんで、あの、配分あれだけど、できた、うん、急に。できた、できた。だってあれキムチ鍋の素みたいなの使ってさ、うん、作るやつだった。うん、簡単にさ。うん、あ、そう。ほいで、できてさ。うん、で、うわ、できたって盛り上がったお酒飲みながら食べてさ。うん、で、こう、締めがあるんだよ、つって、うんうんうん。トマトの缶入れてさ。お前またお前、テレビと全く同じことやってんじゃねえ生クリーム入れて。スパゲティ入れてさ。お前が情報を得るために出演してんの、うん、いや、そうじゃないけど、得た情報を活かしたいじゃない。それはさ。ね。え、もうじゃあさ、うん、鍋食いながらさ、ビールとか飲んでるってことは CM みたいになってた。うん、二人は。なってた。ちょ、会話さえ再現してる、一人二役で。一人二役で。うん。いや、すごい、あれだよね、思ったよりも、家っぽくない？うん。いや、そうだね。まさこんなになってる、なんか、人んち来たみたい、うん。そうだよね。なんか、うん、逆になんかちょっと、悪いことしてる気しない？なんか人んち入っちゃってる。そうね。いや、でも、キムチ鍋美味しいね、これ、ね。クリア朝日。向井さんね。向井さんですよ、私。笑い合って。うまい料理とうまい酒と。
ちょっと言ってみてよ。クリア朝日だ。トータス松本さんみたい。ちょっと言ってみて。あ、それだけ、うん、うん。クリア朝日ちょうだい。短い会話からのクリア朝日で。ごめん、ちょうだい。エンディングもあるし。わかった。いや、でもさ、このキムチ鍋を、うまくない？いや、そうね。いや、ほんとに、こんな初めて、これな、白味噌焼き。いや、そうね。そう、白味噌焼きでも、でもね、この後ね、また締めがあるから、なんだと思う？うん。締め、なんだろうな。雑炊かな？うどんかな？クリア朝日なんだよ、これ。まあでもね、こんな感じ。でも、こんな感じの、いい雰囲気で。言えばよかったって思った。よかったね。鍋食ってる時も。いやー、失敗したな。あ、急に、大声で言えばよかったな。クリア朝日って。何それって。CM でやってんじゃないか、あれみたいだな、つって言って。いいね、いいね。いや、あれよかったな、もっと盛り上がったな。いいね。まあ、それで、まあ、食べてさ。で、めっちゃ温泉だったりとかしたからね。別の棟にあるのよ、そのお風呂がさ。ああ。部屋にはついてない。そうそうそう。ね、そこ温泉で温泉、お互い入ってさ。また戻ってきてさ、テレビ見ながら、またこの、もう大量に買ってあるから、お酒を。ね、これは、もうなんか、ね、持って帰るのもなんだ。大体わかるだろ、酒飲む量って。いや、もう、持って帰ってもいいかってぐらいの、ね。持って帰ってもいいかぐらい。でも、これ全部買ったからには、その、飲もうよ、みたいなね。うん、話もある。なんか持って帰るの重いしさ、うん、なんかわざわざ、ね、伊豆まで来て東京までなんかお酒持って帰りに来たんじゃないかと。うん、なるじゃない。ね、でも、重いし、嫌、うん、だよ、つって言って。うん、それ会話があったの、ね、それから。どういう会話だったのいやーでもこれちょっとあれだね。買いすぎたね。テンション上がりすぎちゃったわ。いや、そうだよね。いや、私もね、こんなに、いらないと思ったんだけどさ。いや、でもさ、お酒、クリア朝日なぜ関係ねえだろ。いや、もう、尺がさ、CM の尺がもうこれ終わっちゃうから。もう、ビールの CM なのに持って帰るかどうかも。飲んでねえしね。飲んでねえよ。ビール前にした会話だからね。あ、そんな話あって、まあ、そんな会話があって、うん、なんとか飲めるとこまで飲もうよ。はいはいはい、みたいなことになったわけですよ。はいはい、で、じゃあそうだねって。まだ時間も早かったからさ、うん、そんなに、読むの遅くなかったから。夜もね。夜もね。なんで読むろって。クリア朝日ダメダメダメ。そういうことに使っちゃダメダメ。ダメ。万能じゃなかった。夜も読むろって言ったとクリア朝日おかしいよ。ビールも何も出てきてねえから。会話もしてないし。まださっきは持って帰る帰らないはったけど。今はもう読むろってお前聞いた。これは湿気、これは湿気。でね、もう飲もうずっと飲んでテレビ見ながらさ。うん、したらやっぱりさ、うん、この、ちょっとまあいい感じにこうなってくるわけですよ。うんうん、ね、このお互い会話も、の、会話と会話の、この間もちょっと飽き、うん、飽きつつ。はいはいはい、ね、その、ポテトチップを食べる音だけがするみたいなさ。盛り上がってねえじゃねえか。違う、盛り上がってねえんじゃなくて、もう、何偉そうに言ってんだよ。ポテトチップの音だけが響くんですよ。盛り上がってねえじゃねえか。じゃあ、そういうんじゃなくて、あるじゃん。どんな感じだったの？ポテトチップスの音だけ。うん。だから、うん。ごきゅ。パリ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 。ごきゅ。カン。パリ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 。ごきゅ。クリエイト朝日もう CM だって。CM としても盛り上がってないよね。あ、まあまあまあ、そんな感じがあったよ、ね。お互い酔いも回ってきて、なんか喋るでもなく、うん、なんかこの目に入ったもテレビの何かを、うん、まあ言うぐらいの感じよ。全然盛り上がっ
いや、だから、ね、いい感じになってきたら、そうなるじゃん。リラックスできるってことね、うん、関係性的に。そうそう、こうね、ゆったりソファーに座りながらね。旅行来て、お風呂入ったし。そうそう、浴衣も着てさ、ほろ酔いでさ。そうそう、んで、お酒飲みながらやっててね。うん、で、これは、もう、でも、その意識的にはさ、うん、私も酔ってると言いつつ、これはもうちょっと決めるぞと。うん、抱くぞ、今日はと。そういう話ね。そうよ。決めるぞは。うん、お前を抱くぞって思ってるわけ。うんうんうん、今日は、うん。ね。そういうつもりで来たんだろぐらい思ってるよ、もう。ああ、男じゃん。お酒飲んでても肝ちょっと大きなってるからさ。うんうんうん、でね、その、またこう飲み進めてて。うん、で、そっからね、うん、気づいたらさ、うん、飲みすぎててさ、うん、寝ちゃったんだな。うん。で、パッて気づいたらさ、うん、真っ暗。俺の箱根と一緒じゃねえかよ、お前。話が。気づいたら真っ暗でさ。それお前やばいな、それ。やばいでしょ。で、やばいと思って。ソファーでこう、いるのよ。あ、ソファーでボデーってなって。これはやばいな。これはちょっとやばいぞ、と。あ、ね、でも時間もわかんないのよ。あ、ね、何時なんだ、果たして。あ、やばいと思ったのよ、真っ暗で。あ、そしたらですよ。向こうの方気配がするわけ。あ、ね、いるぞと。当たり前だろ、ね。うん、いるし、動いてるぞと。うん、動いてんだ。動いてるぞってなったらですよ。うん、こっからですよ。うん、ガバってこの、うん、その、春日の、うん、上にこう、うん、わっと来てさ、うんうん、私の浴衣を、うん、シャッて。シャッてしてぬっ。シャッてしてぬばっですよ、だから。言ったらね。おーってなって、こっちも。うん。うん。え？え？だから、ばーってなってさ。うんうん。で、もう、向こうのシャも聞こえるしさ。うん。ね、まあ、暗いからあれだけどさ。え、お前さ。うん。いや、さすがに、うん。その辺にしといた方がいいんじゃない？その子のこともあるしさ。うん、いや、びっくりしてさ。うん。うん。うん。もう、気づいた朝よ、そしたらね。どういうこと？もう夢中になっちゃって。そしたら、シャッてして。え、それ何？うん。寝てる間はどのぐらいの時間だったの？いや、それがわからんのよ。ああ。私も。ああ。で、時計のある位置もわかんないから、自分家じゃねえから。うん。ね？もう単純にさ、もう本当に、その、セックスの話だよね、これ。いや、スタ、クリエアサヒ！いや、ごまかせない。ストレートに言うから若林さん。あの CM なんで。オードリーのオールナイト。いやーすごかったね。さあ、ラジオネームモッサン、春日さん、コマルちゃんとの最新デートエピソードがあれば教えてください。最新？どっか行ったとか、なんか食べに行ったとか。ああ、まあ、飯食いに行くぐらいだよね。どこ行ったの？どこ行った？だから最新でしょ。うん、あれ行ったな。うん、食べ放題行った。あ、それ最近？最近。1ヶ月。何の食べ放題行ったの？あのね、ホテルのビュッフェに行ったよ。ホテルのビュッフェ行ったわ。行った。で、食べ放題を二人で食べたの？一人で行けないで食べ放題ってなかなかね。そう、焼肉食べ放題とかいいけど。それは困るちゃんに失礼で、一人で行けないから誰かと思って連れてったみたいな話を、そりゃ失礼だよ。いや、それはだってほら。いや、困るちゃんと行きたかったん、困るちゃんと満腹になりたかったんだろ？いや、まあそうだね。うん。いろんな種類を。その生でローストビーフとやっぱ切ってくれるよ、目の前で。生のローストビーフとか、あと何食べたの？あと何食べた、なんだろうな、いろいろあったよ。生のロースト、なんか、エビのなんか、伊勢、ロブスターみたいなのをさ、縦に半分に割ってさ、なんかさ、あるあるやつとか。ロブスター食べたりして。まあ、あと、なんか、透明の餃子みたいなのあるじゃない。ああ、あるある。エビみたいな入ったやつとか。え、その会話を、うん、なんか、描写とか説明文なしで、一、うん、人二役で、その、食べ放題の時した会話を、ちょっと聞かして、今。一人二役で。した時
期の あの描写とかでとかそういうのなしで、うん、なるほどね、完全に紙下切って一、うん、人二役でちょっと会話だけ聞かせてちょっと、いやー結構なんか種類あるか、あるね、たくさんね、うん、そうね、結構全部食べられるかな。いやこんな持ってきちゃったよ、もう全部もう皿いっぱいで、ね、あすごいね、あでもこことここのマス空いてるじゃない、ここあここ入れ忘れちゃったな、だね、別れろなぜそんなこと言わなきゃいけないんだ。リアルな会話だよ。なんかこう仕切られてさ、16個ぐらいにさ、うん、分けてあるこの何、皿あるじゃない。うん、で、1個ずつこうマスを埋めてね、うん、持ってきたんだけど、うん、席着いたらね、2マスね、入れてなかったのよ、私が。うん。うん、それをこう、なんだそんな話よ。で、食べ放題って、やめ際があるじゃない、うん、お互いの。もうそうね、あるね。その話をちょっと1人2役で聞かせて、やめ際のところ。もう食べれないっていうところが。いやー、あと、まだ中華のコーナー攻めれてないんだよね。うん、今から行こうと思うんだよね。まだ、まだ食べんの？うん。なになに？もうない？お腹いっぱいなの？ちょっと私もう食べない。本当はあの、塩ラーメン食べたいんだけどね。あー、そうかー。じゃあ、とりあえず塩ラーメン持ってくるら見たいでしょ？どんな、あの、面構えか。見たいでしょ？それ、ちょっと見たいな。面構えは引っかかんないね。あ、じゃあ、ちょ、取ってくるわ。うん。取ってきた後の会話聞かせて。ごよごしわら。結構小ぶりだね。これだといけんじゃない？どうかな。ちょっとだから、あの、スープだけ。つまんねえな。なオファー通りにやってんだろう。お前の、ビュッフェ怖いの落語は聞きたくないんだよ、俺は。私は一番ビフが怖いね。春日語を使ってる、使ってない、うん、まあ、そんなに使ってないんですよ。面構えぐらい。そんな使ってない。面構えって春日語なんだ。まあまあ初級だよね。なるほどね。そう、そのビュッフェに食べ放題に行ったってことですね。ね、ホテルのね。はいはい。なんて、南沢って呼んでんの？まあ、あの、なんで、俺が南沢って呼ぶように決めたかわかる、うん、そう、知らんよ。あ、ほんと。うん、そんなこと知るわけないよ。だって、春日にも内緒で、うんうん、人見知り芸人が青春派女優と真剣交際だから。うん、そのお付き合いしてることすらも知らないわけだ。まあ、これ記事ね、内緒で、あ、これ、サンケイスポーツ、うん。春日にも内緒でって、うん、この新聞見た時に俺は思ったよね。うん、何や。言うわけねえだろ。なんで言わねえんだよ。散々人のドッグカフェの店員のことは言っときながらさ。てめえのことは言わないって。なんか俺、なんかお前のことなんかね、うん、ちょっと脇甘いなって思ってた部分もあって。脇甘いって。いや、そのなんか内緒にしたいのかどうか知らないけど、うん、内緒にしたいなら里光家族とさ、うん、正月飯食っちゃダメよ。なんでよ。いや、そうだって、里光にと、お前が、のドッグカフェの女子で飯食ったら、俺の耳に入るだろう、だって。また、里光、しょうがねえな、あの野郎。いや、それは里光だ、栗ちゃんだっつって、あって、まあ、入っちゃうよ、俺の耳に。いや、だから私はね、散々こうやってラジオで言ってんのに、うんうんうん、一回もこんな記事にカラーのさ、見てくれよ。一回もなったことなのに、こんなになるんだぜ。ね、ちょっとさ、どうなってんのこれ、貼っとこうかあそこの。でもお前も、ブースに。お前も書いてあったよ。記事、ドッグカフェ。いや、そうなんそれがさ、これ偉いよね。どこの新聞？サンケイスポーツ。偉いよ、ね、さん。ちゃんとさ、サンケイスポーツ。そのね、最後、本誌の報道で知ることになる春日現在、ドッグカフェ転用、狙っており。ちゃんとさ、ちゃんとこう書いてくれてんだよ。ちょっと、うん、これ、サンケイスポーツの記者さんさ、これ書いたら、うん、結構なリトルトゥースじゃない？これはね、ありがたい。歌手が、どこかで店員を、狙っており、って書くと、ちゃんと。店員を守るな私のね。春日もバリバリ付き合ってんだよ。いや、狙ってます、狙い合ってますからね。春日、うんドッグカフェの店員の子狙い合ってんだよね。狙って俺はね、うん、バリバリ付き合ってんだよ。なんだよ、おい。え？これ狙ってるとか。打ち抜いてんじゃないよ。狙ってるとか狙い合ってるとかじゃない。ゴリゴリに付き合ってんねん、俺は。いつからその昨年のこれ何、いつからだ ?9 月、うん、昨年の9月、ついに互いの気持ちが固まり。
真剣交際が発展したと。これはだから、さあ、うん、いや、我々はね、うん、やっぱりその、まあ、うん、知らないわけですよ、うんうん。ね、だからこの記事をこう信じるしかないわけ。なるほどね。だそこのさ、ね、答え合わせをしたいわけ。答え合わせしてこうじゃ。だから、合ってる部分とね、間違ってる部分は知りたいわけさ。あのね、あのね、うん、ここの、スポーツ日本さんの、二人の出会いが7年以上前だと。うん、これはもう本当そうだからね。それはだからこれありがあったからね。2010年7月、これってありですかっていう。日レイプレゼンツ。オードリーの。オールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カスミ、よろしくお願いします。一つ、吉田、カスガを感じろ。で、まあそのね、コロンビア戦ですか。コロンビア戦、コーヒーの話ですか。いや、日本対って言ってるからね。いや、コロンビア戦って言ってたら、ちょっとこれチャレンジさせて。コロンビア戦よ、完全チャレンジ。コロンビアさんですよ。コーヒーの話してる。コーヒーの話なんか続かないわ、そんなもん。絶対してる。いや、コロンビア戦って言ってる。で、まあ、そのね、コロンビア戦で。完全にコロンビア。もう、コーヒーの話するしかないじゃん。そんな始まり方したら。急遽もうコーヒーの話するしかない。お前何年やってんだよ、導入部噛むって。まあ、緊張するんだろうね、おそらくね。コロンビア戦ね、うん、サッカーの話よ、うんうん、だからその丸にね、ケダシュ丸、そうケダシュ、そうケダシュ丸、うん、岡田で通せよ。リトルトゥースも誰だろうと思うだろう、うん、その岡田にね、ケダシュステージのことかと思うよ。ケダシュ丸って言ったら、うん、一つの船に社長が船長で大輔が一番甲板の一番先頭に立ってる、手広げてて横から後ろがこう抱きかかる、俺が抱きかかる、どういうことなんだそれ。で、ね、途中でね、座礁しますけど。演技悪いじゃねえか。まあ、すでに例えた途端にそんなもん。コロンビアさんの。コロンビアさんの、いや、コロンビア戦ね、そのね、その岡田マネージャー、今、振られてというか、こっちから辞退させてもらって、うんうん、悪いなっていうことでね、邪魔すんのも、楽しみにしてたからさ。うんうん、で、どうしたもんかいのーと思ってたわけですよ。門会の状態ね。いわゆる門会の状態よ、うん。まあ、時間も、時間、次の日もちょっと早かった。嘘つくなよ、ね。いや、嘘じゃないよ。まあ、9時からだし、なんだかんだであんま遅くなるのも、どっかね、たぶん P 誘うとか、パラダイスをね、うんうん、誘うとかっていうのも。プロデューサーのことじゃないし、ね。P 誘うとか。番組の P じゃなくて、中川の P。トミーを誘うわけじゃないよね、P 誘うって。トミーじゃないよ、ここ。なるほどね。っていうのも、まあ、なんだし、で、もう本当に、若林さんさっきおっしゃってたみたいに、もう帰った時間がさ。ちょっと呼び捨てやめてください。いや、若林さんって言ってたね。若林さんって言ってたから。若林さんね。いや、ちょっとチャレンジします。いや、しても今のは若林さんって言ってる。呼び捨てにしてるから、今のはさんって言ってる。若林さんって言ってるもん。さんって、さんない、さんって。これはさんって言ってる。一個下のくせに生意気だよ。いや、同い年だよ。お前79年生まれだろ、一個下じゃねえか。いや、もう早生まれだけど、学年同じなんじゃない。っていうのも、まあ、なんだし、ね、もう本当に若林さんさっきおっしゃってたみたいな。ああ、さあだな。うん。若林、さあだな。さあ若林だな。うん、まあいいんだけどさ。いやだからもう時間もね、もう9時キックオフ。うん。もう近くなってますから、今からどっか、例えば中川パラダイス誘ったとしても、さあどこで見るとか、なんだかんだやったらもう終わる。すぐ行かなきゃいけない。そうそうそう。で、まあとりあえず、まあ、むつみ荘に帰りつつね、うん、まあ一人で見る、まあ。あ、それはパブリックビューイングで。パブリックビューイングはもうその時間から探せない。うんうん、でも、その、岡田マネージャーの話も聞いて、なかなかやっぱりないんですよ、どこも混んでて、みたいなことを聞いてるから、うん、まあ今から探し、昼間探しててその状態なわけだから、うん、ね、岡田マネージャーは、うん。今からそんな食前に探してもないだろうなと思って。で、まあ一人で見るのどうしたもんかいなと思った時に、うん、あ、まあじゃあ、まあ手軽にじゃないけど、うん、まあ見れそうな人誰かなと、うん、今からね、うん、誘ってってなった時に、うん、その狙ってる女だったらいけるだろうと、私がね、狙ってる女いいの今、今狙ってるのよ、ドッグカフェの、ああ、本命ね、狙ってる女ね、本妻、まあ本妻にしたいと願ってる女だったら、うん、まあ、いけるかなと。結婚してんじゃないの、隠れて。大丈夫それ。大丈夫、それは大丈夫。大丈夫ね。それ大丈夫。うん、実は結婚してました、みたいな。信子部の徳井さんみたいな感じ。
あれじゃないね。徳井くんみたいなそんな部分ないから、私はね。で、なんか、まあ、なんならちょっとサッカー好きなのよ。ね、サッカー見るっていうの。その狙ってる女性が。ああ、はいはい。だからまあ、ドッグカフェの。そうそうそう。彼女が。うん、まあ狙ってる女がね、その、で、その連絡をしてみたところ、うん、いやまあ見ると、うん。ただでもその、大勢で見ると。言うのよ、うん。私の中のイメージでは、まあ家で、まあ一人で見てるイメージで連絡したわけ。彼女が女性がね、狙ってる女がね、うんうん。で、みんなが、みんなで見ると。うん、どなたと見るんですかって聞いたときに、うん。うわ、気持ち悪い。うん。どなたと見るお前関係ねえだろ、付き合ってねえんだからよ。いやいや、それは一応探るじゃないのよ。うわ、気持ち悪い。うん、だったら、お前ちゃんと言えよ、うん。好きです。付き合ってくださいって。うん。それはやっぱ大事な時期だから言えないんだよね。あ、そう、今進めてる時期だ。そうそうそう、うん。で、まあ、大勢で見る。まあ、何人かで見ると。うん、で、それどういう感じの方々なんですか、うん、って言ったら、まあ、友人だと。うん。ね、その地元の友人だっていうわけよ。うんうん、で、あ、地元の友人かと、うん。それはもう、まあ、だったらまあ、しょうがないですね、みたいな。うん、まあまあ、家でむつみでね、見ようかなって思ってたら、うんうん、その返す刀でさ、うん、なんか一緒に見ようじゃないかと。うん、誘われたのよ。そんな口調で言う子なの？いやいや、一緒に見ようじゃないか。どうだい？一緒に見ようじゃないか。古っ。で、まあ、そう、まあ。古い回しする子だな。うん、そうそう。まあ、古いなった常々思ってんだよ、私もね。うん、見ようじゃないかって言われて。うん、いやー、でもそらほらさ、うん、その知らない人の中に飛び込んでいく人間じゃないしね。春日が。その社交的な人間でもないし。人見知りだもんな。そうね。うん、で、いやー、それはもうどういうノリかもわからんし。うん。ね、繊細だからな、お前は。繊細というか、まあ、それこそ回ってねえからさ。うん、なんかその、カメラがね。カメラがね。回ってたら行くよ、それ。まあ、なんぼのもんじゃよ、お前。いや、だからモチベーションがないわけよ。回ってないとか、回ってるとか。いや、回って。回ってないんだよ、お前は、ずっと。どういうこと？実質？確かに、ほぼカットされてるしね。お前のためには回ってないんだよ。うん。だから、モチベーションがない、ないの。そこまでサッカーを、その、誰かと見たいっていうことないし。え、でも予選からずっと応援してたじゃん。うん、まあ、気にはかけてたけど、正直そんなにさ、その全員の選手もね、まあ知らない、うん、いわゆるにわかですよ。はいはいはい。な状態で、なんかその、サッカー見るために真ん中入るっていうのはどうなのかなって思ってたら、うん、一緒に見ようじゃないかって言われて、うんうん、で、いや、まあ、いっすわ、自分いっすわって。そんな関係性だな、先輩、年上なの。まあまあ、年上ではないけどね。うん。まあ、そう、いっすわって言ったら、いやいやいや、そんなこと言わないでさ。来てよと。まあ、お祭りじゃないと。このワールドカップのね、サッカー、そのサッカー見る、お話をなんかして、どうっていうのサッカー見るってことだけで、いいじゃないと。で、言われたから、うわーって思ったけど、あんまり断りすぎるのもさ、なんか、だこいつって思われるのもね。付き合えなくなっちゃう。そうそうそう、後に影響するから、こいつなんだよって思われるのも、まあ、なんか確かにサッカー見るだけだから、まあまあいいかと。うん、思って、行ったのよ。うん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 。そのグループの。そうそうそう、グループの。え、何人いたのよ。で、結局、そのマンションで、うん、で、その、マンション家で見ると。そう、その、狙ってる子じゃなくて狙ってる女性じゃなくて、その、友人の。友達の家行くの、いきなり。そう、言うぞ、そう。ホームパーティーじゃん。いや、ほぼね、うん、友人のご夫妻の、家に行って見ると。だから、ああ、そんな、丸岡泉さんしかやらないと思ってたら、アリコンさんの、ね。アリコンさんと、はいはいはい、アリコンさんしかやんないと思ってたわ、それ。やるのよ。ホームパーティーって。でも、その、規模的には、そんな多くないけど、でも、サッカー見る。テレンス・リーさんいた？いないよ、テレンス・リーさん。窓際で一人で飲んでないわ、テレンス・リーさんが。スミレいた？スミレ。スミレさんもいないよ。いないのね。いないいないいない。ホームパーティー。ホームパーティー。まあ、ホームパーティーってほどもないけどさ、うん、サッカー見るってみんなサッカー好きが集まって。あ、すげえ。で、まあ、春日って。マンションでさ、で、まあ、ちょうど、まあ、着いた時はもうハーフタイムぐらいだったのよ。遅えな、お前。トーク作れるか、そっから。45分プラスアディショナルタイムで。正確にね。それいろいろ仕掛けていくしかないぞ、お前が。生意気なことを解説してみて、誰かに突っ込まれとかフリートークの持ってこい。なるほどね。ピピー、後半スタート。
キックオフね。キックオフ。で、まあ、マンション、まあ、着きましたと、結構、まあ、でかいタワーマンションでさ。うん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 。で、すごいとこだな。すごいな、春日さん。この、そうよ、20ぐらいで、ちょっと、ドアがあるみたいなところでさ。うわぁ。一応ね、その、何、来てもらって分かんねえからさ、入り方、部屋とか分かんないから。はいはい、ね、迎え来てもらって、で行ったらさ、もう、もうみんな何、あの、じゃ、青のユニフォーム着て。ユニフォーム着て。着てさ、うわぁ、すげえ。うわぁってなってんのよ。で、私はもうこんなもうトレパンにさ、上は何着てたの？上で持ってないから、そう、日本代表のなんかみたいなやつが、もう、ないから、その、まあ、普通の格好で行ったらもうみんなも着てさ、タオルを、何、首にさ、サポーターですよ。はいはいはい、よくテレビで見る。んで、わーってなって、後半の、そのハーフタイムだから、まあ、テレビっていうのはなんかみんなでこう飲んだりとかなんだりしてるところに、すげえ、春日が。そうよ。行ったのよ。したら、その、ね、狙ってる女性と、友人の、ね、ご夫妻、まあ、狙ってる。で、その友人の、まあ、ご夫妻なのかな、男女がいたな、そのなんか、詳しく聞かなかったんだけど。うん。だから、大人が、5人か。5人。いて、お子様が、その家の、お子様が、その家のお子様、小学生の男の子なのかな。小学生の男の子が。がいて、まあ、ね、ジャージ、ユニフォーム着てて。で、まあ、妹の女の子。はいはい。まあ、いてさ、まあ、特別にその、ね、ワールドカップサッカー好きらしいのよ。はいはいはい、その子だから、ちょっとまあ、遅いけど起きてるみたいなね、はいはいはい。応援してるみたいな。はいはい。で、まあ、狙ってる女性がいて。彼女ね。で、まあ、飼ってるチワワもいてさ。うん。ね、チワワを持ってきてんの、うん、彼女は。まあ、狙っとんだから人んちに。人んちにっていうか、まあ、まあまあね、一緒に見て、まあ、ペットオッケーなんだろうね。うんうん、で、三人目の家族だ。そのペットも。あの、隠れて結婚してないよ、うん、してないよ。大丈夫、ね。結婚してないの、得意くんじゃねえんだからさ。うん、はい。うん。で、そのね、うん、犬も、日本代表のこの福井。こう、12って書いたさ。来て。いやー、そら、犬だってサポーターだからね。そうよ。ワンちゃんだってサポーター。12番目の選手だからね。12番目の選手。おー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 って思うじゃん。うん、で、わーっとこうテーブルの上にいろんなそのサポートシップとかさ、はい、揚げ物とかあってさ、ね、みんなお酒飲んで顔真っ赤でさ。すげえ。で、わーってなってんの。で、ハーフタイムだから、だからちょうど試合の時に行きゃよかったなとちょっと思ったんだけど、うん、ハーフタイムだから、あートークが私が、そうなのよ行った時に、その、わーみたいな。春日だそう、春日だみたいな、うんうんうん。で、本当になんかもう、飲んでるし、リードしてるじゃん。はい。まだ、1日か。そうか。1日で、だからいい試合でわーっと盛り上がってるから、もうやっぱりさ、ガサガサみたいな、うんうん、あー、おわーみたいな、うんうん、感じになんのよ。それはでも、うん、あの、彼女はさ、彼氏ですって紹介したの？だから、どういう風に言ってるかわからないけども、その紹介っていうのも、もう紹介とかじゃないの、もうわーってなってるから。関係性は聞かれるでしょ、向こうは試合で。お前、うん、隠れて結婚してないの？いや、極秘結婚してないよ、その。得意くんじゃねえんだよ。うん。呼び込むの。うん。それで、行ってもそんなことよりも、もうわーって盛り上がってもさ、もう、ね、お子さんなんて思う。え、なんで？なんで？私の膝のとこって。指さして、え、なんでなんでしてんの知ってんだよ、お前のこと。ポケモン見てるから。ポケモンとか、まあ。ポケモンしか知ってるのないだろう、そんなことない子供が。見てねえよ、お父さんが言ってたよ。んうん。見てるて。いや、うちの子は、エアロビーすごい応援して。嘘つくない。嘘はついてない。なんで子供がエアロビー応援するんだよ、おじさんのよ、お前。いるだろう。ゴールデンでやってんだよ。変なこと言うないやいや、ほら。まっとうなこと言ってるよ。今日一番まっとうなこと言ってる。で、なんでいいのつって、うん。まあ、サッカーをね、見に来たんだよ、うん、なんつって言って。お前が言って？そうそうそう。うわ、気持ち悪い。見に来たんだよ、なんつって。お前はじゃ着てないんだよね、ジャージは。着てない、その黒い T シャツよ、私は。あ、黒い T シャツ。うん、一人で。で、一応なんかその、なんかね、自分で食べるものとか買ってきてくれるみたいな。だからビールと、その焼き鳥2本ぐらい買って。買ってきたの、お前が。まあ、そうよ。2本自分のね、自分の分だけ買ってる。それはお前、人んちを邪魔すんだからシャンメリー持ってかないとダメだろ。何でノンアルコールのシャンパンなんだよ。大人、子供の誕生日パーティーじゃないんだよ。子供だけの。大人がいるんだよ、それ。お前がこうやって持ってる写真があるから、シャンメリー。あれな、腹立つ、あの写真。え、うん、自分のだけ買ってホームパーティー行ったって。そう。結構変じゃない？ダメだよね。うん。よく考えたらダメだよね。お前、それダメだよ、お前。ドームに、うん、岡田が行くんじゃねえんだから、自分の分だけ。それダメだよ。いや、だから真に受けてさ、自分の分買ってきてっていうのはそのまま取っちゃって。で、案の定テーブルの上すっげーいっぱい並んでんの。うわー。絶対。みんなのお土産がでしょ？そう、絶対この人数がそれぞれてめえのだけじゃない量の。全
然知らないじゃん、うん、俺が昔話しただろロベキャンがチョコレート持ってきたってそうねダメだよホームパーティーは絶対お土産持ってかんよダメだからそうホームパーティーっていうのもサッカー見るっていう方に意識いっちゃったからでもな、うん、でもお土産持ってってるけどなお前が行くっていう時点で知名度を確か一番のなそれが一番のお土産差し入れ一番の差し入れかもしれないお釣り来るぐらいのお土産だよそれはねおいで、なんでもない。おいで。もみあげって言ってたよね。いや、俺こんな寒いこと言いたくないけど、お前もみあげって言ってたよ。俺も、こんな寒いことないよ。いや、それ寒いよ、若林さん。言ってたよね、もみあげって。お寒いよ。ちょっとチャレンジしていいですか。いや、これはもみあげ。お土産ってちょっと混ざっちゃったけど。これね、完全にもみあげ持って、だってテクノカットだから。もみあげないんだから。テクノカットだから。もみあげは持ってけないんだよ。もみあげをお土産に持ってて、みんなテクノカットだと思ってたんじゃないの。違う違う違う、お土産を。ちょっと聞いてみよう。一番の差し入れかもしれない。お釣り来るぐらいの、もみあげだよ。完全に。完全に言ってるわ。なんでお釣り来るぐらいのもみあげって。もみあげを差し入れするな、お前これは罰です、これは罰です、これは罰です。ダメです。いやいや、ビンタとかにしてくれよ、いつも言うけどさ。うん、コラじゃないんだよ、コツンじゃないんだよ。ビンタとかにしなさい。もみあげを入れ持ってくんじゃないよ、お前は。いやいや、お土産ね。うん。だから持ってかなかったらまずいなと思ったんだけども、で、わーってなっても、本当にさ、もうテンション上がってる人たちの中に入るのって。いや、まあ、勇気あるわ。こうなるんだなって、もう本当にハーフタイムでさ、うん、その、まあ、試合見るっていう作業がないから、うん、もう全部その、やっぱ春日なの。春日、ね。だ本当に、もう、部屋の中で、春日、春日さん、春日。うおー。なんかあるじゃん、サッカーの。テンション上がってる。なんかこういうさ、たたった春日みたいな。はい、選手みたいになってる。やつがこう巻き起こってさ、エースみたいな。いやー、それしかないよ。こっちはもう、飲んでないし。しかないよ。飲んでね、まあ、急いで買ってきたビールをね、バーっとこう飲んで。早く酔わないと。早くんで、早く始まれって思ってるし。うん、追いつきたい。試合がね、なんか、そりゃそうだわ。NHKL の、NHK ホールのなんか中継とかさ、まあ、あと、やってんのよ。やってる。早く試合始まってくんねえかなって思いながら、で、こうね、って、こう待ってってさ、で、まあ、試合がまあ、始まるのよ。したらまあみんなこうね、釘付けですよ。画面にね、テレビに。んで、わーっと応援して、いけとか。もう、あ、そういう風にやっぱなるんだ。よかったよかった。それだけの人数が揃って、サッカー好きが揃って、ちょっとお酒入って、日本を応援する人って、もうなんかもう本当に日本がね、ボール持っただけで、いけはぁみたいな。ね、男性やんで、女子も、キャーとか。いや、ほんとね、外したら、いやとか、これ大丈夫なのかな悲鳴でしょうね。夜だし。うん、で、なんか聞いたら、一応、上下。うん、上の階、下の階。うん、まあね。あと、両隣にはもう言ってあると。うん、今日は試合を見るんで、ちょっとうるさくなります。はいはいはい。こと言ってあるから、まあ、ある程度は大丈夫なんです。みたいなこと。もう、言ってるらしいんだけど、もうそれ以上に、とかなってるのよ。んで、なんか惜しいシーンとかさ、なったら、なんかそのセットプレーが外れるとか、あーとか、なるさ。で、こっちもあんまりそれね、そのまだお酒も回ってないさ、そこ、まあ乗れないからさ、でもまあ参加しなさすぎるのもさ、なんか乗り悪いなみたいになるから、一応さ、おー。いや、わかるわ。涙ぐましいな。ぐらいは言ってた。なんか、リアクション薄いな、こいつっていうのを出しちゃダメだからね。ダメでしょ、で、そうこうしてるうちになんかもう一人のお友達みたいなの来てさ。びっくりしたでしょ、また。んで、はぁーみたいになって。うん。エースみたいな。ずっとそれやねん。エースみたいな。で、あ、なんとかじゃあ、わーなんつって言って、まあ、もうまた盛り上がって。で、すぐサッカーでわーってなってさ。んで、まあ、点が、まあ、入ったんだよね、確かね。点が、まあ、入ったら、その、本田選手がさ、もう変えてさ。さ、やっぱなんか、まあまあ、私も野球見てるときそうだから、あれなんだけど、言うのやっぱりね、男の人なんか特にさ、その、先日なんか、そこなんで呼んでんだよとか。知ってる人はね。そうそうそう。そうで、本田選手がこうね、入ったときに、男性二人いたんだけど、一人の人が、本田が、本田じゃないと思うんだけどなみたいな。ああ、そうなんだ。言って、もう一人の人が、いや、ここは本田
飛んだでしょみたいな。あるんだね、それぞれ。飛んだやったら流れ変えてくれますよ。いやー、でもね。入れ、カスが入れ、入れ、入れ。じゃあ、全然入ってるよ、私だって。飛んだのとこに。そう、で言ってる時に、ねえ。入ってねえじゃねえよ。ねえ。お前、それ、入ってないんだよ。ねえっていうのを犬に向かってこう言ってる。入ってねえじゃねえよ。っていう入り稼働して、うん、で、わーってさ、で、本田選手入ってさ、うん、そうセットプレーで、まあ入ったじゃない。うん、ね、大迫選手がバーバツンと入れて、はいはい、知ったらもうやっぱすごいよね。どうなんのそれ。ギャーつって、うわーってなるわけよ。みんな立ち上がって。で、それ見て私も一応こう立ち上がってさ、目立つから。座ってたらね。ね。で、まあでも、だんだんやっぱ楽しくはなってきてるわけ。この状況でやっぱりみんなで応援、一人で六つで見てるよりは、まあまあいいなと思って、うわーっとかなってんで、もううわーってなって、もうね、子供とかも踊ったりしてるからさ、もう犬がもう、もうわわわわわわんつって。盛り上がってる。盛り上がってもう、一緒になって。そう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 、もうとんでもない騒ぎになってる。犬も分かってんで点が決まって嬉しいんだよ、きっと。まあそう、12番目のサポーターね、選手だから。そうそうそう。背番号12背負ってたから。それはマジでそうだよ。わわわわわわんつって、うわーってなって。んで、もうワインこぼしたりとかして、床に。で、大騒ぎで、酔ってて。わー、大騒ぎになって。んで、でもちょっとやっぱ楽しくなってるからさ、普通にさ、いやー、すごいなーなんつって私も、言ってるよ、確かに半端ないねーなんつって、あ、はい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 、大阪選手、大阪選手みんな言ってるから、その人、そこに人間が、あの、横断幕バッと見せた時にさ、ありますね、半端ねーのやつ、あれなんだろうなあれとか見せたら、説明してくれるの、あれは、その大阪選手のね、その高校の時のその対戦の相手の選手が言った、へーなんつってて、わー確かに半端ないねーなんつってて、私もさ、もう参加して、合わせてね、そうそう、踏んで結局勝って、わー勝ちました、試合終わってみたいな、終わってさ、踏んで、あーよしよしよ、終わった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 つって、私もね、わあもう帰れる帰れる、これ帰れるわ、もう帰れるわ、帰れるって言っちゃってるね、もうこれで帰れるわ、帰れるって言っちゃってる、って思ってて、でなんかこうね、目の前のものとかこう片付けたりしたのよ、そうなるよね、してやっぱり帰らないのね、試合終わった後、終わった後、まあクールダウンしなきゃいけない、まだ暑いからみんな、勝ったわーっつってなって、しばまあしばらーくまだ騒いでたね、わーって騒いで、そうやったーつって、いやすごかったねーみたいな、まあそれはわかりますよ。で、やっぱそこで男女の差が出るっていうか、男性はね、ずーっと見てんの、テレビを。で、女性は、いや、勝ったね、なんつって、女性同士でこう集まってさ、いや、よかった、もうドキドキしちゃった、なんとか、って、もうこっち話してんだよ。で、男はずーっとこう見てんの。テレビを。テレビを。それは、インタビューが先週それぞれ来て、いやー、本当になんとかなんとかつって言って、それをずーっと見てんだよ。で、女性たちが、わ、もうテンション上がってるからさ、話し声も大きいわけ。だから男性たちはもうテレビの音量マックスにして、インタビューにこう耳をこう傾けてんのよ。んで、何人かこう見て、インタビュー。で、本田選手のが入ってきたの。で、インタビュー。おー、まあ、してさ、で、その時に、インタビューの声聞こえないからっつって、もう女性と喧嘩になるわけ。うん、そのタイミングとして帰ったよね。ちょうどいいと思ってね。うん、って話。